ラジオ伊集院光とラジオと2月21日月曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの TBS アナウンサー近藤佳子です。いつ頃まで寒いんだって。寒いよね。寒いです。毎日平年より寒いっていう単語聞いてる気がします。あんなこと言ってるよね。春一番とかって3月頭だっけ、2月の終わりだっけ。2月は、はい、それぐらいですね。なんかね、皆さんいかがですかと、ね、木曜日の、はい、番組終わりに柴田理恵さんといろんなこと情報交換して、多いのは、まあ、映画、この映画面白かったからいじむ見なよっていうやつと、はい、あとは食べ物かな、うん、このカレー粉美味しいからみたいな、ね、はいはい、教えてくれてお裾分けしてもらったりするんだけど、突然柴田さんが最近ハマってる漫画があってさ、って、うん、すごい面白いから見てみてって言って、ザ・ファブルっていう漫画で、私ね一気に読んじゃったの、面白くて、じゃあなんて稽古があるから、じゃあなんて書いちゃって、で調べたらさ、そのザ・ファブルっつってもう単行本22巻出ててさ、で結構な少年、青年向けの劇画で、暴力団に雇われてる伝説のプロフェッショナルの才能あふれる殺し屋が、あまりに今年は人を殺しすぎたんで、1年間ほとぼりを覚まそうみたいな、はい。だけども、もう本当に、すべてのその非合法組織の人間にマークされてる人間だから、その隠遁生活がなかなか、うまくいきませんっていう、まあ血生臭い本で、はい、めちゃめちゃ面白いの、一気に22巻発売されてるうちの今15、6巻ぐらいまで、やばいやばい、これ終わっちゃうともったいないと思って止めたぐらい、すごい面白いんだけど、あ、今聞いてて見たくなってきました。たださ、柴田さんがなんでそれ、柴田さん何のきっかけだ、柴田さんが面白い漫画あったわよってそんな血生臭いやつだと思わないからさ、なんかその場で、こう、ちょっとこう、あの、表紙もロックスポ見ないで買っちゃってさ、面白い、ザ・ファブル、確かに、あんま僕知らない、南勝久さんっていう漫画家さんの書いてる、やっぱこう青年漫画誌に連載してるやつらしいんだけど、で、この22、3巻で終わってんのか終わってないのかすらもわかんないんだけど、なんかこう読んで面白いなって思うたびに、柴田さんはなんでこれを知って俺にむ、こう、どういうきっかけで知って、どういう風に、でも、なんか、めちゃめちゃ面白い、あの、好みが合うかどうかわかんない。そういう、バイオレンスものが好き、まあギャグの要素も少し入ってくるんだけど、バイオレンスものが好きかどうかはあるから、でもよくできた漫画で、なんかそのおそらく週刊連載してるんだろうけど、なんか行き当たりばったりで進んでない感じが、なんか人の絡み方とかが、あの最初に出てきてたこいつがこう来んのねみたいのもすごい冷静に作られてるし、メモるね、ファブル、ザファブルメモ、ザファブル、マイ柴田さんって書いてね。でもこういうのもさ、俺その細かい権利とかよく分かんなくなっちゃったからさ、昔はこっちじゃ俺読んだら貸すよってもんじゃん、漫画なんて、はい、もうそれ紙で買ったからっつって、俺今回電子で買ってるから、そうすると貸すよっていう感じでもない、そういう時はどうなの、俺がパソコンごと渡して見てよっていうのはありなの、俺わかんない、その著作権の細かい法律がわかんないから、多分それを違法にスクリーンショットとかして送るのは絶対ダメだと思うんですけど、まあ、間違いなくそれダメだよね。パソコンごと貸したらいいんですかね。なんかさ、だけど細かいことは書いて、俺たち、俺は自分でそのことをあの同意マンって呼んでんだけど、同意しますかと、同意同意っつって、もう早く言ってるから、もう同意同意ってやってる、はいはい、すげえ細かい文字の中にいろいろ書いてありそうな気もするから、細かい約款みたいな中ですね、中に、そうそうそう、ね、絶対で読まないでしょ、あれ長いスクロールして全部読まないでしょ、ドイマン2号でしょ、はいね、ドイマン2号でしょ、わ、はい、かんないけど、ああいうの昔だったら絶対俺3巻まで読み終わったから読みなよって、別にそれで目くじら立てることでもなんでもなかったけ ど、 どうパソコン渡すの嫌だし ね、いかがしいもんもいっぱい入ってるからさあ、ね、さあ、じゃあ今週のメッセージテーマお願いします。はい、今週のメッセージテーマは先週に引き続き、チャレンジしてる、するぞ、いつか。さあ、なんかここで言うと決意がちょっと固まるみたいなところもありまして、この過去スパイス使った料理始めたそうなんです。ちょうど昨日タンドリーチキンをスパイスから作ってみました。タンドリーチキンの素とかタンドリーチキンのタレとかではなく、ちゃんと粉、あの
スパイス、コリアンダー、クミンパウダー、チリパウダー、パプリカパウダー、ターメリックとヨーグルトと塩で。俺さ、もうさ、全然その一つ一つの用途がわかんないから、なんかターメリックは黄色くなる感じ。テーマ黄色になりました。黄色くなるよ、ね。なりました。はわかるけど、それを調合するじゃん。はい。これをどれぐらい入れるとどうなるか全然頭に浮かばないから。チリパウダー多めに入れたので、あ、ちょっと辛かったなっていうぐらいで、他の入れた粉たちが、どれぐらい作用してるのかは未だに分かんないです。それさ、今言ったやつの次のステップは何なの？次は、今回チキンだったので、今度カレー？カレーだともっとトマトとか玉ねぎをじっくり炒めたり、時間がかかるみたいなので、より多くスパイスを使って、手作りスパイスカレーにチャレンジしたいですね。で、最終的にあれでしょ？一個一個その身みたいなやつを、はい、そうです。あんなすりこぎみたいので、はい、いちいちそれ粉にして、みたいな。石薄みたいなのが家にあるので、軽く魔女っぽい、魔女っぽい作業まで、入り口まで来たのね、はい。俺ね、グローブ買った、野球の。なんか、その去年、一昨年と肩痛いんで全然試合出なかったんだけど、ちょっと出ようと思って。はい、こっからここまでで、こう手を振ると、これぐらいの距離ボール投げられるの確認とかを始めた。なるほど。なんとかかんとか。子宮じゃないですけど。あの、ん？子宮じゃないです。ちょっと投げてみて。試し投げってこと。はい。子宮いろんな聞こえ方するわ。さあ、皆さんからいただいてる先週から引き続きですけど、ラジオネーム長野県には海がないさん。ありがとうございます。私がいつかやりたいことは、日本語訳されていない本の翻訳。20年以上前のことです。私はアイザック・アシモフという SF 作家の書いた黒ゴケグモの会というミステリーが大好きなんですが、はい、作者が亡くなってしまい新刊が出版されなくなりました。もう新しい話は読めないとがっかりしていたある日、ネットでこの本に関して調べていたら、亡くなる前に書いた何話かをまとめて The Return of the Blackウィドウズ、うん、という本がアメリカでは出版されていることを知り、はい、早速この本を購入しました、うん、ですが英語のため残念ながら自分の英語力では全く理解できません。仕方がないのでこの本は定年になってからのお楽しみとして取っておくことにしました。時間に余裕ができたら辞書を片手に翻訳して新しい物語を楽しもうと考えています。いつになるかは分かりませんが、いや絶対面白いと思うよ、はい、今日本語訳の俺訳っつってカフカの変身を、はい、明日ゲストかな、明日ゲストの川島先生っていうもうドイツ文学の専門家の方が新しく訳し直したものが出て、これがすごいよくできてて、これを俺の言葉に今訳したいっていう、うん、なんかあの、起き上がれない、ああ、まあ、起き上がれないんだよ、もう背中がなんか丸まっちゃって、変な感じで、っていう、日本語の日本語訳にもチャレンジしてるんだけど、ね。なんか、こう、一行一行、何か理解して書くっていうことは、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ面白いから、この日本語訳、俺楽しい作業、だから、落語を日本語訳した時に、ここまで英語知識ないのに、やっぱ、すごい楽しかった。なんか話もうちょいだけ脱線させてすぐ戻ってくるから、明日そのことは話しますけど、その川島先生っていうドイツ語の先生がカフカの変身をドイツ語からまた日本語に訳してんだけど、グレゴール・ザムザが朝起きるとでっかい虫になってたっていう文章を、今回その川島先生は考えに考えて巨大な虫ケラになっていたって書いてある。おー、はい。で、それは、その先生が思うに、ドイツ語の原文には、人の役に立たない虫っていうさ、液中じゃない方の虫っていう響きが入っているけど、ただ虫ってしちゃうと、その響きは消えちゃうから、巨大ではあるけど、虫ケラとすることで、役に立たないっていう感じを出したい。それが見事でさ、あ、二文字とか四文字をそんな吟味して訳すって、するんだと思ったら、なんかすごい、すごいなと思って。その背景とかニュアンスも全部含めた上での、そうそう。変換ってことですよね。そう、時代背景と、行間に何が含まれてて、
書いてもないことは訳せないけど、ニュアンスとしてはどうすんのみたいなことを考えるのが、あ、頭のいい人だってこんな楽しいことなんだみたいな。まあ明日もお楽しみにと。はい、さあ、じゃあ宛先お願いします。はい。メールアドレスは ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、ファックスは03-5562-0954、03-5562-0954、また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた、させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーには俳優で通販コンサルタントの保坂直樹さんが登場。俳優を目指したきっかけやターニングポイント、そして通販でのエピソードも伺います。林家たい平です。腎臓という臓器がございまして、困ったことに悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだとか。腎臓さん、どっか悪いのかい？腎臓さんね、無口でしょ。知らない間に進行する慢性腎臓病は今や成人の8人に1人。でも血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけることができます。進行する前に定期的な検査を。なるほど、腎臓だけに検査が肝心ってね。日本腎臓財団 AC ジャパンはこの活動を支援しています。車いくらで売れるかな？グーネット買取で検索してみたら？ネットさて、電話がかかってくるから嫌なんだよな。グーネット買取ならその場で金額がわかるよ。しかも半年先の価格まで出してくれるんだって。グーネット買取で検索。グーネット買取。陣内貴美子です。河内薬品からのお知らせです。毎週月曜日は河内ポイント5倍、あれもこれもお得なポイント5倍に。月曜日はぜひお近くの河内にお立ち寄りください。河内薬品。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時42分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。古くから春を告げる魚、春告げ魚と呼ばれていたのがニシンです。うん、ニシンといえば1989年のアニメ映画魔女の宅急便の中に登場するニシンのパイという料理を覚えている方もいるでしょう。うん、このニシンのパイはイギリスに実在する郷土料理です。ただ映画ではニシン全体をパイ生地で包んでいましたが、実際のニシンのパイは丸く焼かれたパイのあちこちからニシンの顔が飛び出している、見た目にもなかなかインパクトのある料理なんです。いや、なんか写真を添えてくれてんだけど、はい、いわゆるあのパイから突き破って、はい、ニシンの顔が5、6本はみ出てる、なんつうの食べ物っていうよりも魔除けに飾るものみたいな、そういう感じだよね。ニシンの入浴中みたいな感じの。そうだよね。パイの中で顔出してる。入浴中はかなり可愛い言い方だと思う。あの、かなりひどい目に遭ってる感じに見える。うまいのかな？食べたことある？ないです。で、まずいことはないよね。はい。多分。調理し、パイにニシンぶっ刺した感じなんですかね。味がね。パイ生地にニシンぶっ刺して焼くのかな？そういうことだよね、はい、きっとね。だ、見た目は相当良くない。うん。さて、ニシンを春告げ魚と呼ぶとは、なんとも風流な表現ですよね。春を迎える喜びを自然と共に感じる心豊かな暮らし。お線香も自然な香り、語り部白梅をおすすめします。語り部白梅は、日本人に愛されてきた気品漂う白梅のほのかに甘く、清らかな香りをお線香で表現しました。来週はもう3月、お彼岸が待っています。お彼岸のお線香は日本行動の語り部白梅をどうぞ。日本行動からのお便りでした。
なんか一つのことにチャレンジしようとするとなんかいろいろ広がるなと思ったのが、はい、プラモデル、ガンダムのプラモデル作ろうと思って、まあ、ただ作るのなんだから作ってるところを YouTube で配信しようと思って、で今カメラのとここういう風にセッティングするんだなみたいのにチャレンジし始めたりとか、はい、そのカフカの返信をこう自分ならこう解釈したいみたいのにチャレンジし始めたら音読してみようと思って、ちょっとこう音読を録音したりとか、なんか一個チャレンジを決めるとなんか広がるなと思って、うん、はい、ね、肩リハビリしようと思ったら、グローブ買ったりとか、ラジオネームクボッターさん、チャレンジしてるするぞいつか、58歳の方です。初メールです。よろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします。私がチャレンジしているのはアコースティックギターのアルペジオ奏法。さ、禁じられた遊びとかのさ、タン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 がトロン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 ってあんじゃん。あれじゃん多分。1弦から6弦を使ってメロディーを奏でる超難しい技なんですが、なぜ45年ぶりに、ギターにチャレンジしてるかというと、45年前23歳の時に母親に言われた、あんたほら、そう、ギターもそうだけど、本格的にできることって何一つないのね、という言葉を、ああ、そう、ふと思い出したからです。確かに、私はその後も離婚をしたり、あ、そう、いろんな挫折をしたりで、本格的にできたことが一つもないのです。とりあえずギターを本格的にできるようになりたいっていうことで、うん、で、このアルペジオ奏法、うん、だからギターできるだけで相当尊敬しちゃうけど、はい、あれできるって すごいよなきっとね。え、まあ、頑張ってください。応援してます。星雲、それは太平です。朗らかな春の日差しの中で、さあご一緒に歌いませんか。こんな朗らかな気持ちで迎えたい、もう春のお彼岸。お線香は煙の少ない星雲バイオレットをどうぞ。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。ババンババンバンバン、朝飯食ったか。ババンババンバンバン、歯磨けよ。ババンババンバンバン、顔洗ったか。ババンババンバンバン、忘れ物すんなよ。ババンババン、通勤ご苦労さん。ババンババンバンバン、プレゼン頑張れよ。ババンババンバンバン、配達頼んだぞ。ババンババンバンバン、安全第一でな。今日も仕事頑張ってるな。明日も仕事、無理すんなよ。仕事は続くけど元気出してけ。今日も頑張ろう、いってらっしゃい。今日も働くすべての人へ、ボスオールスター新発売、ザ・ドリフターズコラボキャンペーン実施中。オリジナル T シャツが当たる缶コーヒーのボス、サントリーから。また明日。時刻は8時48分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤルとアヤウィーク2022における都立病院の取り組みについてお知らせします。はじめは東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤルのお知らせです。東京都発熱相談センターでは、かかりつけ医のいない発熱などの症状のある方の相談に土曜、日曜、祝日を含めて毎日対応しています。現在相談件数が増加しているため、新たに医療機関の案内に特化した専用ダイヤルを開設しました。24時間対応する電話番号は 03-6630-3710、 03-6630-3710 番、午前9時から午後6時まで対応する電話番号は 03-6626-3473、03-6626-3473 番、
なお、症状が気になる方は看護師・保健師が対応する既存の東京都発熱相談センター、または医療機関案内専用ダイヤルで案内する医療機関にご相談ください。詳しくは東京都のホームページから新型コロナウイルス感染症に関する情報をご覧ください。続いて、アヤウィークにおける都立病院の取り組みについてお知らせします。3月5日から13日までは15歳から39歳までのアヤ世代とがんの今を世の中に発信していくアヤウィーク2022です。地域がん診療連携拠点病院である都立多摩総合医療センターでは、小児がん拠点病院である都立小児総合医療センターと共催でオンライン市民公開講座子宮頸がんと HPV ワクチンを開催します。日時は3月10日木曜日の午後6時から7時までです。当日は子宮頸がんの基礎知識、そして HPV ワクチンによる予防、2つの講演を行います。参加を希望される方は2月28日月曜日までに多摩総合医療センターまたは小児総合医療センターのホームページからお申し込みください。定員は先着500人、参加費は無料です。最後に東京都からのお願いです。東京都は都内全域を対象にまん延防止等重点措置を実施しています。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、都民や事業者の皆さんには家庭や職場などのあらゆる場面でマスクの正しい着用、こまめな換気、3密の回避など基本的な感染防止策を徹底するようお願いします。ご自身やご家族が感染者や濃厚接触者となった場合に備えて生活必需品など最低限の準備をお願いします。なお、東京都では濃厚接触者として自宅に待機している方などに対して抗原定性検査キットを無料で配布しています。検査キットの配送は専用のホームページ、濃厚接触者となられた方のための検査キット申し込みサイトからお申し込みいただけます。詳しくは東京都検査キットで検索してください。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。痛みでお悩みのラジオの前のあなた、あなたの痛みはいつ頃からですか？昨日今日の痛みなら一時的に痛みをしのぐお薬がいいでしょう。しかし、いつからか痛み出したリウマチの痛みや関節炎などには最瞬間制約書の通算とお試しください。痛みを散らす用意と書きます。通算とはですね、肩、膝、腰や関節などの痛みを徐々に緩和して痛みの起きづらい体を目指す漢方に学んだ医薬品なんです。まずは無料の止血薬をお試しください。無料の止血薬のお問い合わせは 0120-305-305、 305-305 です。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。通産とは指定第二類医薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305、最瞬間制約書通産等です。首都高からのお知らせです。首都高の料金所が3月1日から5カ所、4月1日から29カ所で ETC 専用に変わります。 ETC 専用料金所では ETC 車載機を搭載していない車両はご通行になれませんのでご注意ください。詳しくはホームページで。首都高。ここでラジオ CM の CM です。自社の商品サービスを全国に知らせるなら TBS ラジオを活用してみませんか？ TBS ラジオなら北海道から沖縄まで全国にオンエアされている番組も多数、関東だけでなく全国プロモーションまでお手伝いいたします。 TBS ラジオ資料で検索。8時54分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、おはようございます。おはようございます。お伝えします。関越道下りは川越インター付近追い越し車線で事故のため3キロ15分、
首都高速道路は5号線の上り板橋本町左側で事故の処理が続き8キロ、戸田から通過には1時間以上です。また中央環状線の内回り西池袋付近でも事故のため2キロ10分です。都内の一般道路は川越街道の上り板橋区熊野町で6キロ、通過には1時間。神奈川県内では国道1号線の上り川崎市幸区新名町の事故の処理は終わりました。以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時17分ごろお伝えします。その日ペットショップで運命の出会いをした。ワンちゃん抱っこしてみます？かわいい、この子だ、飼いたい、今すぐ飼いたい。その一目惚れ迷惑です。ペットの衝動買い、愛な販売はやめましょう。日本動物愛護協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。佐古道夫を色気より食い気に走らせる憎いやつ、伊香保温泉入口西方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな、西方亭の湯の花まんじゅう。マキタスポーツです。音ネタが2年越しの開催決定です。 TBS ラジオ公演音ネタ5、3月18日金曜、19日土曜、草月ホールで開催します。チケットは全席指定税込み6600円、チケットピア他各プレイガイドで販売中です。詳しくは03-5720-9999 ホットスタッフプロモーションまで。ぜひ来てね、面白いよ。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からはあーって思う歌コーナー、そしてチームビヨンドプレゼンツ伊集院光と喜入智広とパラスポーツと、9時40分頃からは生でラジオを聞いて賞金をゲット、大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ、10時からのゲストコーナーには俳優で通販コンサルタントの保坂直樹さんが登場、10時40分頃からは桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。さあ、先週に引き続き今週もメッセージテーマ、チャレンジしてるするぞいつかです。ラジオネームゆうゆうさん、ありがとうございます。62歳女性の方、おはようございます。おはようございます。おはようございます。私が今チャレンジしてるのは鶏小屋作り。昨年末一泊おっこちゃんが亡くなっちゃったので寂しいかと思い、3羽のチャボを飼い始めましたが仲良くならず、鶏小屋を広くして仕切りを作って本格的な鶏小屋にしようと思っています。はい。こう、自分はこう、なんとかな、立体を、こう、設計図にするのがすごく苦手なので、割り箸で小さな模型をまず作るところから、いや、そのやり方いいと、確かに、はい、その、なんかこう、展開図とか設計図とか平面図って難しいよね。わかんなくなります。でいて、思ったようなのできないぐらいだったら、うん、割り箸でこうやれば、これを、例えば100倍にすればいいんだとか、10倍にすればいいんだってことでできるから、これすごい好きなんか。うん、いいですね。ミニチュア作ってから、巨大化させるってことですよね。うん、そういうことだよね。はい、なんか VR とか CG とかで設計してとかよりも、なんか俺の中ではすごい好きだな。ニワトリ、俺、子供の頃、うち鶏すごい飼ってて東京で、なんか鶏飼いたいな、ちょっと、いやダメだ、多分今神さんがふざけんなよお前って、絶対やめろよって言ってると思うわ。ラジオネームバツマルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ワインが大好きです。結婚した時から将来ワインのコルクでコルクボードを作ろうとコルクをずっと集めています。集め出してから26年、おう、スーパーの袋3袋分ぐらいコルクが集まっています。妻からはいつになったら作るのコルクボードと催促されています。そろそろ手をつけようかと思いますが、やり出すとテーブルなどに広げて場所を取ってまた叱られそうな予感がします。あ、なんかわかんな、そのコルクボードにしようと思ってコルクずっと取ってるけど、もうなんかどうでもよくなってるかといって捨てるはないじゃん、もうそこまで集まっちゃうと、まあ、いつかね、いつかね、いつかです。
ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの TBS アナウンサー近藤佳子です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、清水大輔アナウンサーお願いします。はい、今朝は6本のニュースをお伝えします。低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で、北日本と東日本の日本海側を中心に今日も大雪や猛吹雪となるところがあるとして、気象庁は交通への影響や雪崩などに警戒するよう呼びかけています。 JR 北海道では今日暴風雪が見込まれるとして、すべての特急を含む584本を運休します。また空の便も北海道を発着する便を中心に、すでに100便を超える欠航が決まっています。後藤厚生労働大臣は昨日のテレビ番組で、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者の扱いについて、社会経済活動をできる限り止めないという観点で対応を見直してきたと強調しました。一方、塩野義製薬が開発中の新型コロナの飲み薬に関しては、臨床試験で有効性や安全性の見通しが立てば、なるべく早く承認したい。承認前にも買い付けの検討を始め、前向きに応援したいと述べました。ベラルーシ国防省は、20日までの予定だったロシアとの合同軍事演習について、ウクライナ東部で政府軍と親ロシア派武装勢力との間で緊張が高まっていることを理由に、部隊の点検を続けるとして演習の継続を発表しました。一方、フランスのマクロン大統領は20日、ロシアのプーチン大統領と電話会談し、ウクライナ情勢の外交的解決を探る必要性で一致しました。アメリカのブリンケン国務長官は、ウクライナ東部の情勢悪化やロシアとベラルーシの合同軍事演習の継続について、侵攻に向けた作戦が進められていると警戒感を示しました。ブリンケン国務長官は20日、テレビ番組の中で、ウクライナ東部の情勢悪化やロシアとベラルーシの合同軍事演習の継続などについて、侵攻に向けてロシア側の作戦が進められていることを示していると警戒感を示しました。また、ウクライナのゼレンスキー大統領が求めたロシアに対する制裁の即時実施について、我々は引き金を引きたくないと否定的な考えを示しています。91の国と地域からおよそ2900人の選手が参加した北京オリンピックは昨日閉会式が行われ、17日間の熱戦に幕を閉じました。閉会式には中国の習近平国家主席や IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長らが参加しました。今大会日本選手団が獲得したメダル数は金3個、銀6個、銅9個の合わせて18個で、これは史上最多です。次の2026年大会はイタリアのミラノコルティナダンペッツォで開催されます。そして来月4日からは北京パラリンピックが始まります。おしまいに、来月に迫った韓国の大統領選挙で支持率3位につける中道野党国民の党のアン・チョルス候補が、最大野党国民の力のユン・ソギョル候補に呼びかけていた候補一本化を断念したことを明らかにしました。最新の世論調査での支持率は、野党国民の力のユン・ソギョル候補が 42.9%、与党共に民主党のイ・ジェミョン候補が 38.7% だったのに対し、野党国民の党のアン・チョルス候補が 8.3% と伸び悩んでいます。
以上お伝えしました。清水大輔アナウンサーありがとうございました。ここで電車の情報を近藤佳子ちゃんからお願いします。はい。人身事故の影響で品川駅から京急蒲田駅の間で運転を見合わせていた京急本線は先ほど全線で運転を再開しました。ただしダイヤが乱れていますのでご利用の方はご注意ください。はい。この後気になるニュースについて解説を交えて詳しくお伝えします。東京インテリアイルマ店オープン第2弾セール2月19日から27日まで開催。リビングダイニング家具の嬉しい特典もご用意。家族、部屋、くつろぎをコンセプトにお客様の暮らしをサポートします。いいものここから東京インテリア。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はジャーナリストの青木治さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北海道日本海側雪すごいですね。すごいですよね。先々週も確かあれでしたもんね、はい、電車が全部止まっちゃうっていうようなことがあって、はい、まああのね、こう雪に慣れていない東京の人間が偉そうに言う感じでもないんでしょうけれど、ちょっとね、北海道でこうこんだけ電車が止まるっていうとどれだけ降ってるのかなっていうのをね、現地の方々本当大変だと思いますよね。そうですね、うん、それこそ雪に慣れていてそれに備えた施設も多い北海道で、そういうことですからね。そうですね、ここのところ、まあ、北海道に限らず日本海側などでもね、かなりこう雪がこう集中的に降っているようですので、僕も実は田舎でこの雪の多いところでちょっと取材したこと昔は若い頃あるんですけれども、本当にね、原稿を書くんですけど、雪下ろしをしていてね、亡くなったりとか事故に遭われたりとかっていう方が本当に多いと思いますんで、はい、ご老人が一人で過ごしたりとかっていうところもあると思うので、まあ下ろさないと本当大変なんですけれども、本当気をつけて雪下ろし、雪の作業をしてもらいたいなと思いますよね。はい。さあ、まあ、後藤厚生大臣、厚生労働大臣、社会経済活動をできる限り止めないという観点で対応を見直してきました、うん、ということなんですが、ただ死者数は本当多いですよね。そうですね。これ、まあまあ、今更言ってもしょうがないんですけれども、なんかこう、楽観論みたいなものが、政界でもメディア界でも何かこう、振りまく人たちが一部にいたんですけれども、まあ、ごく当たり前と言ったら、語弊がありますけれども、感染者数がこれだけ爆発的に増えれば、当然ながら重症者、軽症の方が多いと言っても、重症者や亡くなる方が増えてきて、200人が超えているというのが連日出てるんですよね。で、かつ、救急搬送困難事案と、まあ、救急車がこう病院見つからないというような事案も過去最高をどんどん更新しているので、コロナも大変なんですけれども、他のこう救急疾患ですねの方々で、なかなか満足な治療を受けられずにこう、まあ、重症化したりとか、あるいは亡くなったりとかっていうケースもこれ他に出てるんじゃないかっていうような感じもして、ちょっと深刻な状況ですよね。で、なんかこう、なんでしょうね、言い方はあるんですけど、いろんな国のやり方の、うん、いいとこつまみ食いは無理だって思うんですね。で、うん、で、その、じゃあもう思いっきり、自由の方に舵を振っている国でも、じゃあ3回目のワクチンは相当打ってますけど、みたいなところで言うと、日本はそこ打ててなかったりとかするので、なんかちゃんと方針みたいなものに沿って、あれもこれもは僕はちょっと無理なんじゃないかなっていう。そうですね。ただコロナ禍が始まってもう2年経ったわけですよね。でも同じというか、波がこう今度6回目なわけですから、はい、本来 でその前の6回目の波の前には何ヶ月か非常に凪の時期があったわけでね。で、今回、まあ、岸田総理大臣は検査とかをどんどん進めるとか、ワクチンも進めると言ってるんですけれども、相変わらず検査もワクチンも進まない。この濃厚接触者の扱い、ニュースの中にありましたけれども、どうするのかっていう話もね、これ結構検査とこう濃厚に結びつくわけですよね。だから濃厚接触者でも検査を繰り返しやって、ある程度こう無症、陰性ってことであれば、こう経済活動に復帰させるってことも僕はありだと思うんですけれども、そのためには十分な検査できなくちゃいけないんですけれども、これも今ね、こう症状が出てる人でもなかなか検査にアクセスできないっていうような現状の中で、これ何を言ってんのっていう感じも僕はしちゃいますよね。うん。さあ、そして、連日お伝えしています、ウクライナなんですけど、うん、かなり複雑ですね、ウクライナも。いろいろな、こう、ロシアの専門家の方々に僕もちょっと取材でお話伺ったりとかするんですけれども、このロシアが全面的にウクライナに侵攻するっていうのは、ちょっと考えにくいんじゃないのかという方が多くてですね。うんうん、
まあ、確かに言われてみると、これ、もうかなりこう強力な経済制裁、もうすでに受けてるのに、さらに経済制裁を受けるとか、あるいは国際社会の非難ということを考えると考えにくいんですけれども、逆に今度、アメリカの側が、まあ、いわゆるインテリジェンスっていうふうに言うらしいですけれども、まあ、機密情報、情報機関などが集めた情報っていうのをバンバン出してきていて、なんかこう、全くこう、ロシアは明日にでもなんかこう、もう軍事侵攻するんじゃないかみたいな情報を流していてと、この辺のアメリカのこう、情報にこう、世界中がちょっと振り回されているのか、あるいはアメリカ側がこう意図的にこういう情報を出しているのかっていうあたり、ちょっと気になるところではありますよね。いや、ここ僕すごい読み方がとか、僕なんかだと読み方も何も解釈の仕方がすごい難しいなと思うんですけどね、うんうんうん、アメリカがもう可能性があるっていう段階で何日にもうロシアは侵攻するっていうのを確信得てますから、うんうん、で言うことで、うん、言うことでロシア側はそうしないみたいな、うんうん、こういうサイバーテロみたいなことかけてきますからっていうことで、うんうん、ロシア側は逆に先に言われてるからまんまとそうしないみたいな理屈が通り始めちゃうと、うん、ずいぶんアメリカに都合のいい言い方なっていう気がするんですね。そうですね。そのロシアがやってきた時にはほら見たことか、俺たちの情報ってすごいだろうだし、やらなかった時には、うん、あれを未然に防いだのはむしろ僕らが積極的に情報を出したからだっていうことになるじゃないですか。しかもあれですからね、あの一部ではこうアメリカがこういう情報を盛んに出しているのはEU、まあ、フランスとかドイツとかがこうにもう危機感を持たせるためだと。つまり実際にね、フランスの大統領マクロンさんとか、ドイツの首相なんかがこうプーチンさんと会ったりとか、そのアメリカの情報、危機的な情報を聞いて、フランスとか、まあ、こう地域の EU の側が危機感を持って交渉に当たるためにこういう情報を出してるんじゃないかっていう人もいたりとかして、うん、そうなってくると、この情報をどこまで信用できるのか、それからね、先ほどちょっと伊集院さんと話したんですけど、ね、大量破壊兵器があるんだって言ったイラクのケースなんかを考えると、アメリカの情報も大丈夫なのっていうね。そうなんですよね。うん、でいて、もちろん、ロシアのやってること自体は、じゃあ、侵攻する気がなかったとしても、うん、かなりそれを色濃くすることで、NATO を牽制するとか、ウクライナを牽制するっていうことだから、褒められたことなんか一つもないんですけど、だけど、冷静に今の状況がどうなってるのかが、あまりに複雑化しすぎて、そうですね、ちょっとわからない、見えてこないなっていうのは僕はずっと実感してますね。だから、2点考えなくちゃいけないのは、結局今の話でもそうですけれども、はい、ロシアっていう、まあ、地域の大国と EU、 それから、はい、アメリカの、そのある種こういろんなこう思惑が混じった策略みたいなものの中で、ウクライナっていうその地政学的なその小国がね、こういう目に遭ってしまうっていうようなこう不条理、それからもう一つはそのいろいろこう戦後、まあ、日本でいう戦後こう各地域でいろんな紛争とか戦争とか起きてきたわけですけれども、今回に関して言うと、これ核保有国で実際プーチンさん核俺たち持ってるんだってことをちらつかしてるわけですよね、うん、そのロシアと EU あるいはアメリカっていう本当に大国同士が今こういう形で睨み合ってるってことは、これまでのこう地域の紛争戦争と違って、これ場合によってはこれ本当にその世界大戦クラスのこう紛争が起きかねないっていうような状況ですので、これは本当にまあこう各国のあるいはまあ人類のちょっと英知をこう結集してね、この危機をなんとかこう回避をするっていうようなことにこう力尽くしてほしい。まあそれで言うと日本何してんのっていう感じもするんですけどね。いやちょっとします。うん、かなり巧妙で高等な外交がいるから、ましてや、うん、もっと単純なことでもエネルギー問題をみんな抱えてるから、ロシアからエネルギーは欲しいけれども、うん、かといって、やってることは許せないみたいなことをかなり巧妙に懐柔したりとかしてる中で、うん、僕は少し日本は出遅れてるなって思いますけどね。本当だったらね、こうプーチン大統領とこう同じ方向にかけてかけて駆け抜けるっていうはずだった人が日本にもいらっしゃるんですけど、なんか姿が、ね、下の名前で呼び合えるぐらい仲良しの人ですね。そうですね、姿が見えないっていうかね、はい、そういう関係であるんだったら本当プーチンさんを説得してほしいなっていう気もするんですけれども、まあそういう皮肉はともかくとしてもちょっと日本の影が薄いですね。オリンピックが、終わりました。はい。ニュースとしては、日本最多18個のメダルっていうニュースで、まあ、スポーツとしては、僕はスポーツ好きとしてはいろんなシーンが好きなんで、僕ね、こんな時に、うん、明けて今日こんなこと言ってる人いないから、うん、まあ、僕の天の弱も含め大変申し訳ないんですけども、うんうん、盛り上がった、楽しかったじゃんかっていう人は考えてほしいのは、だから、オリンピックは日本でやらなくても楽しいですっていう。うんうん、僕はこう、
札幌に誘致するっていう動きに関して、もっとちゃんと考えないとっていうか、まあ、正直個人的に言えば僕は日本でやらなくても、オリンピックを十分楽しめると思っていて、なんか、やっぱりオリンピックの、いや、それ東京のことも、バタバタと時間がなかったせいで、何にも振り返れてないし、まあ、そうやってこの、北京も終わっていくんだって感じなんですけどね。僕も伊集院さんと一緒で、いくつかの競技、テレビで視聴をしまして、夢中になってみました。カーリングなんかはね、僕もなんかちょっと涙したりとかして、なので、スポーツの素晴らしさってのはもちろんあるんですけれども、ただ一方で、今回の北京で言うと、その、ロシアのワリエワ選手の問題であるとかね、もうそうです。スポーツそのものの、こう、オリンピックの運営そのものの、こう、問題点ってこともありましたし、それからもうちょっと大きく言うと、東京オリンピックは、まあ、はっきり言えば、こう、命よりも金みたいなね、こう、とにかくやるんだっていうふうに走っちゃいましたし、それから、北京に関して言うと、これ人権問題とかね、こう、いろんな問題抱えたままやったと。で、こう、オリンピックっていうもの、そのものが、僕はその、今の、こう、商業化、肥大化、したオリンピックの、ここが行き詰まってるんじゃないかと。だからこのまま行くと実際そうなんですけれども、いわゆる権威主義国家か、まあ、同じにしたら悪いけども、日本みたいになんかこう、地域おこしにしたいとかね、そういうような思惑を持っている国でしかやれなくなっちゃうでしょう。だからそうじゃなくて、もう少しこう、持続可能でコンパクトで、まあ、極端なこと言えば、もうずっとギリシャでもいいじゃないかとかっていうようなね、新しい形のオリンピック考えないと、僕も行き詰まりが今回の東京と北京で、こう、完全にあらわになったなっていう気はしますよね。で、なんか、とにかく一個一個のその問題はバーッと出たんですけど、結局、じゃあ何が最終的にダイジェストになって、この一週間ぐらい放送されるかって言えばメダルシーンなんですよね。そうですね。でもなんか僕はもっと大事なこといっぱいあったと思って、スノーボーダーがそのボードに書いてあるマーク、個人のスポンサーのマークが書いてあるものを、塗りつぶさないとオリンピックには出れません。っていう、これ僕どっちもどっちだと思うんですけど、その後ろにはオリンピックが認めたスポンサーの看板は嫌ってほど出るみたいな、あの感じとか、もちろんドーピングの問題もそうだし、かかる予算の問題もそうだし、なんか、コロナのことを置いておいたとしても、結構もうオリンピック問題あるよねっていうのは、ありますよね。そうですね。一例を挙げると、ね、その先ほど言ったドーピングで言うと、ワリエワ選手15歳。はい。まあ、15歳の子が自分の意思で薬を飲むとは思えないので、要するに周りが彼女をある種こう道具として、金メダルを取るための道具として使ってるみたいなところがあるわけですよね。だからそういうありようであるとか、一方で同じロシアのことばっかり言って申し訳ないですけれども、ロシアは国としてはドーピング問題で基本的には出られなくって、今回もロシアオリンピック委員会で出てるにもかかわらず、その開会式の時にプーチン大統領が来て、習近平主席と一緒にその開会式を見る、あれ国として出られないんじゃなかったんですかっていうような、ある種権威主義国家のなんか国威発揚に完全に利用されていて、それにこうバッハさんも乗っちゃってるっていう、まあ本当にそのこうフィールドの、そのスポーツの競技場の視点からその国際政治の視点まで、ちょっとこのオリンピックのありようもう見直さないとダメですし、だから僕は札幌なんて言ってる場合じゃないと思いますけどね、全くね。で、その札幌を本当に呼びたいんだったら、まあ、見直さなきゃだと思うんですよ。今までやっぱりメダルに水を差してもって話になるんですよ、やっぱり。で、自分もそう思いますよ、思いますけども、そうやってその負の面を検証する番組なんかできることはないし、負の面を検証する会議と資料が出たなんて聞いたこともなくて、札幌呼びたいんだったらそれやらなきゃダメですよね、っていう気はしますね。本来はね、東京が最初やろうって言ったんですよ。コンパクトで持続可能なオリンピック作るんだって言ったのに、コロナ禍で無理やりに、しかもその当初の予算の何倍にもなるような、まあ今まで通りのオリンピックやっちゃったと。はい、だからまあ札幌がもしそういうことできるのであればですけれども、東京を見てるとちょっと無理なんじゃないですかという気はしますね。はい、青木治さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あなたのついつい食べ過ぎる。で、いろいろこもってくる。そんな炭水化物や甘いものが好きな人の嬉しい味方、スムーズで調子のいい毎日に、オリヒロ、菊芋、イヌリン、桑の葉の入ったサラシア、粒とお茶があります。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りしました。TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、
叙情歌を道連れに、口ずさめば目に浮かぶ風景、耳にすれば思い出すあの日々、琴線に触れる名曲の数々を林部聡の柔らかな歌声でお届けします。3月12日土曜日、八王子市芸術文化会館で開催。チケットは各プレイガイドで販売中。お問い合わせはザ・カンパニー03-3479-2245、または TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。時刻は9時20分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、今日もまた北日本や北陸では猛吹雪や大雪に警戒が必要な状況となっていますが、関東地方もこの冬何度もあったような真冬の天気となりそうです。まずこの時間、平野部では広く晴れていて、このまま夜にかけて乾燥した晴れが続きます。ただ北寄りの風の強い状態が続くので、日差しの下でも空気は冷たく感じられそうです。最高気温は東京10度、宇都宮6度、さらに北風によって体感的にはもっと寒く感じられそうです。で、一方北部の山沿いでは雪が続いて、積雪がどんどん増える恐れもあります。交通障害などにもお気をつけください。以上です。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。宇賀なつみです。毎週水曜夜9時からお送りしている展開図、2月23日は自宅にオフィスに自動車整備士を直接派遣する新たなサービスに注目します。今や全国展開もするこのビジネスの可能性とは、ぜひお聞きください。時刻は9時21分です。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。東北地方の高速道路では広い範囲で雪の規制が出ています。この時間吹雪のため、東北道は二本松インターと白石インターの間が通行止めです。このほか関東地方の高速道路では、上信越道では榊インターから、関越道は月夜野インターから北側で冬用タイヤやタイヤチェーンなどの滑り止めが必要です。関越道では下り線の川越インター付近、事故の処理が続き3キロ15分です。外環自動車道内回りは外環三郷西インター付近で事故のため3キロ。首都高速道路は5号線の上り板橋本町での事故の処理終わりましたが、上りの熊野町ジャンクションで12キロ、1時間以上。神奈川県内では国道1号線の上り戸塚警察署付近で3キロ。都内では第一京浜の上り大田区大森西6丁目、事故のため渋滞が出てきました。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時51分頃お伝えします。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険。お見積もりは 0120-455-572-455-572。 オーレック果樹園、オーレック草刈り作って売る会社、オーレックあぜ道、オーレック草刈り作って売る会社、草刈り機といえば OREC、 オーレックさん。はい、モノタロウ、モノタロウ、現場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日はベアリング機構無比の日、 10%。 現場の味方、モノタロウで検索。ここで中央事務所より、消費者金融などを利用した経験のある皆様へ、現金が戻ってくるかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンなんかもその対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きするとブラックリストに載ってしまうとかですね。え、載らないんですか？はい、
関西語ならブラックリストには載りません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫なんですよ。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカード、消費者金融のキャッシング、カードローンを利用した経験のある方は間違っていても構いません。お電話5分の過払い金無料診断ダイヤルであなたの過払い金をご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10。ここでラジオ CM の CM です。音声広告の制作をお考えなら、今お聞きの TBS ラジオ活用してみませんか？ TBS ラジオなら自社スタジオで経験豊富なスタッフが直接お手伝いいたします。CM 制作の価格表もご用意しました。TBS ラジオ資料で検索。この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。さあ、あー歌です。あー歌、先週、前回か、先々週かけた曲への感想からです。前回かけたのは、BB クイーンズのギンギラパラダイス。さあ、俺相当新しいと思って、こんな新しいのかけるコーナーかなって思って迷ってかけたんだけど、はい、近藤佳子全然生まれる前。そうだと思いますね。全然まるまる90、実はね、はい、ラジオネーム男性、ラジオネームシグさん、はい、45歳の人、 BB クイーンズのギンギラパラダイス、高校2年生の冬修学旅行で行ったスキー教室のゲレンデでヘビロテでかかっていたのを思い出します、うん、自身初スキーなのになぜか中級コースに入ってしまい、恐怖に震えながらこっちの気も知らずに能天気な曲かけてんじゃねえと思っていました。ちなみにこの先、うん、広瀬香美さんのロマンスの神様、はい、スキーで同じ、うん、は93年12月で、ギンギラパラダイスは90年の12月だから広瀬香美さんよりずっと前なんだ。俺全然順番逆だと思ってたわ、はい、90年は生まれて6年したら生まれますね。6年後に生まれる、あと6年後に生まれてます。43歳、ラジオネームギラギラ動画さん、神奈川県の方です、ギンギンギラギラパラダイス、久しぶりに聞いたと思いました。自分が小学生の時だったと思います。歌詞の意味がよく分かっていなくて、今聞けばオーシャンビューって言ってるの、はい、当時オーサブだと雪の絵だ、寒いから、ねえ、まあ、ノリはでも今聴いても楽しい曲だよね。ウキウキしますね。さあ、それじゃあ変わって今週のリクエストいきたいと思います。今週のリクエストはですね、埼玉県上尾市55歳女性、ラジオネームおかずネタ切れ母さん、ありがとうございます。このコーナーを聞いて自分のアウターなんだろうと考えていたら、突然中学生の夏休みに郷ひろみさんの大ファンの友達と一緒にザ・ベスト10にリクエストのハガキをいっぱい出したのを思い出しました。お手伝いしたんですかね。ハガキリクエストなんてもう今ほぼ死後、このコーナーハガキでもいいですよ。このコーナーハガキでも受け付けますけど、なかなかないよね、うん。確か前の週より1ランク順位が上がって嬉し泣きをしたのを覚えています。ああそうですか。なんかリクエストハガキを出すということに憧れていたと思います、うん、ね。で、曲がその時リクエストした郷ひろみさんの How many いい顔って、なかなかかかんないよね。 How many いい顔はね。あちちあちの時は何歳ぐらい。あちちあちも多分3歳と4歳ぐらいですかね。若いな。若いってすごいな。3歳です。さあ、1980年の郷ひろみさんの曲で、俺は結構ツボ入りました。How many いい顔。背中
の上で年は二十歳でも誰より長く生きてるわ少女と少女と少女に祝上全く君って全く作詞アギヨーコさんなんですけど、うん、ちょっとかっこいいよねかっこいいキラーフレーズが処女と少女と娼婦に淑女、うん、このあたりはやっぱりリズムもの気持ちいいですねはい、このコーナー聴いてる人があって思うだろうなという歌のリクエストと曲を聴いた感想メールを募集しています。メールの宛先お願いします。はい、メールは ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、番組のホームページの投稿フォームからも送れます。あと、いつもの宛先に、はがきリクエストも大丈夫です。うん、ね。以上、あー歌のコーナーでした。さあ、この後は伊集院光と喜入智広とパラスポーツをやってから月曜日恒例ですウォーキング宝くじの当選者発表です、ここでウォーキング宝くじの合言葉はじゃあアーチーチーアーチーでアーチーチーアーチーでお願いしますケーズ電機安心パスポートはスマホアプリがおすすめダウンロードと新規ご登録で税込み1100円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼントさらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント新製品が安いケーズ電機地球環境のためにやれることから始めようゴミは分別してますか分ける断る消すたくさんレジ袋をもらってませんか分ける断る消すこまめに電気は消していますか分ける、断る、消す。守ろう、地球環境。民放連です。この時間は、ケーズ電機、他各社の提供でお送りしました。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと。チームビヨンドプレゼンツ、伊集院光と喜入智広とパラスポーツと。この番組は、チームビヨンドの提供でお送りします。伊集院光と喜入智広とパラスポーツと伊集院光です。このコーナーは東京都のパラスポーツを応援するプロジェクトチームビヨンドの提供でパラスポーツについていろいろ取り上げていくコーナーです。一緒に取り組むのはこの人 TBS アナウンサー喜入智広です。パラリンピック射撃3大会出場田口亜希さんの巻その2エアライフル驚きのルールと提案競技時間とか打てる球の数とかは、はい、50分になりました10発を1シリーズって呼ぶんですね、はい、それが6シリーズですので合計60発打ちまして合計得点で順位を競うんですね本当に満車の満車でしたらば、はい、654点になるんですかね654そうかそうか 10.9 があるからそういうことかそうですねでも今世界を見ると635とかうわはい結構ちょっと待って60発で635はさっきおっしゃる通り、はい、やっぱり10点以上の戦いなんですね平均がそうですねもう 10.5、10.6 の戦いになってますねファイナルに残るにはちょっと、俺、ちょっと暗算がやばくなってきてるんだけど、50分間で60発打つってことは、1分ないんだ、はい、1分ないです。40秒とか50秒ぐらいですね。ずっとせかされ続けてるみたいなもんじゃないですか。そうなんですよ。これもですね、私が初めて最初に出たアテネとかの時は1時間30分とかあったんですよ。うんうん。次が1時間15分になったのかな。で、1時間になって今50分で、どんどん銃のもちろん性能も上がってきてるし、選手のレベルも上がってきてる。で、どんどん時間の制限をかけて、うん、やはりさらに差が出るようにしていくっていう。そうですね。なっていて今50分ですね。40秒とか50秒にはもう次の球打たなきゃなんない上に、はい、7点なんか取っちゃったら、もうかなり絶望的って考えていくと、はい一発失敗した後に、
俺なら休みを30分欲しいわけですよ。大丈夫って思い直すって、うん、分かるよね、キルビってことで。一回間を取ってね。3発連続で、9、9、9ってなっちゃったら、間が欲しいって絶対。その気私も間が欲しい。ですよね。でもそれってある意味、切り替えられないようにどんどんタイム詰められてるじゃないですか。はい。間が欲しいのはすごく分かるんですけども、過去のことは過去って思っちゃいます。私の場合は。でも10秒前ですよ、その過去は。その過去を修正する時間が40秒しかないんですけど、もうそれはもう切り替えられる。それは日頃の練習ですね。これびっくりすること、今おっしゃってたのが予選のルールで、決勝もっとシビアになるみたいですね。150秒で5発打つのを2シリーズ2回やります、うん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 、でそこから50秒ごとに1発を打つっていうのを2回して、はい、そこで8位が落ちる、勝ち残りっていうか、サドンデスっていうか、そうです。一人ずつ落とされていくっていうんですか。追い詰めてきますね。そうなんですよ。もう選手にとったらなんでって思いますけど、やっぱり射撃も見てて楽しくなる、うん、そういうのを感じてもらうためにっていうので、こう、ルールが変わってきて、うん、さらにですので、その8位が落ちた後に、また2発打って、次7位が決定して落ちるっていう、そうやってどんどんどいていくんですね。で最後に2人が戦って金メダルか銀メダルかっていうのをやります。すごいな、精神力、うん、集中力とか精神力とか、あとリズムです。もしかすると暴発するかもしれないとか、あの実際にあるんですけど、隣の標的を撃つ人もいるんですよ、緊張しすぎて、私撃たれたことあるんです以前。みたいな。でもそれも立て直すの大変ですよね。だってそれやられて、お何お前と思った時に思うし、うん、そうなると標的の操作とかも必要になるので、時間が費やされたりするんですね、調整されるので。でもそうなった場合は、撃った人はおのずと10点が抹消されるわけですので、うん、そしたらたとえ1点2点差があっても自分が上がれるっていうのはあるので、最後まで諦めちゃいけないんです。何が起きるか分かんないので。田口さんとお話ししてるから、これ大変だよって言ってますけど、これ観戦しようと思ったらめちゃめちゃ面白いですね。多分見てる方は面白いと思う。ね、何が起こるかわからないし、もうそれはめちゃめちゃ面白い競技。でもこれね、今この凄さを知ったばかりで、素人が何言ってんだって言うかもしれませんけど、SH1 の10メートルエアライフル複射に関して言うと、オリンピックで同じ競技をやってる人との差って何ですか？オリンピックには複射がないんですよ。あ、そうなんだ。立射しかないので、はい、単純に比較っていうのはできないですね。もしですよ、いわゆるこのルールで戦った時の、例えばパラのメダリストたちのレベルはどうなんですか？パラの競技の中では一番オリンピックと近い、差がないっていうのが、うん、射撃ではないかなと思います、うん、東京大会の時もですね、オリンピックの時のジュリーとか、はい、あと審査の方々がパラリンピックも同じようにされた方々多いんですね、はい、そしたらみんなが口々に、あ、オリパラ関係ないねって言われましたので、うん、そこはオリパラ関係なく。なるほど。プレイヤーとしての田口さん自身の考え方でいいです、はい、けどオリンピックの選手たち、まあ、いわゆる健常者って呼ばれる人たちとも混ざって戦いたいですか？はい、どれぐらい行くかなっていうのは、一遍競ってみたいなっていうのは思います。人によっては、やっぱり座ってる方が楽でしょとか、座ってる方が有利でしょって言われる場合もあるんですね。ですので、単純には比較できないし、私たちにしたら、立ってる方が足の感覚で踏みしめれてるからいいんじゃないかなって思ったりもするんですね。あと、複射でしたら寝そべりますよね。寝そべると結局、地面についてる面が多いので、それだけ保持能力が強いんじゃないかなって、ただそれには背筋もいるんですよね。体を持ち上げなきゃいけないから、そこが単純には比較できないのでわからないですけど、やっぱりどれぐらい自分が打てるのか、どれぐらい一緒の点が打てるのかっていうのは競ってみたいと思いますけど、ただ平等でない限りはそこを比較はしちゃいけないかなっていうのは思います。なるほど。僕はパラスポーツの番組関わらせてもらって、はい、今言ったようなことすごくよくわかるんですね、はい、すごくよくわかる上でも、ある程度平等に競える限られた種目でもいいんです、はい、オリンピックとパラリンピックの間に、はい、間をつなぐような競技はいくつかあっていいような気がして、はい、そうするともしかしたら
オリンピアンの人たちに少しルール変更をお願いするのかもしれないけれども、パラリンピックの選手たちの、この人の金メダル、人類で一番の金メダルですっていう、何の条件もつかない。誰にも何か条件のつけられない、メダルになる。まあ、それに意味があるかどうかは外野が言うことじゃないんだけど、ような気がちょっとしたりして、競えるんじゃないかなっていう感じが。そうですね。この間オープン競技だったんですけど、オリパラミックスっていうのを射撃協会でやりまして、はいはい、健常者、まあ、オリンピアンの立射の選手と、うん、パラリンピアンの副射の選手が男女がチームになって、オリパラ、オリンピアンとパラリンピアンがチームになって、いいことだ。それが4チームで合計点で競うっていうの、それは比較的平等ですよね。チームで戦って。いや、俺絶対思うんですよ。それをオリンピックとパラリンピックの間にやるべきだと思うんです。なんか、そうですね、オリンピックの閉会式終わりましたみたいな、はい、で、パラリンピックの開会式始まりますみたいなことって、うん、俺大変なことはいっぱいあるんだろうけど、違うんじゃないかってちょっと思ってて、はい、なんか見てみたい、ね。どちらともの交流にもなるし、うん、それぞれのいいところも出せますし、うん、あの、リンさんおっしゃる通りで、その間になんかオープン競技でもいいから、まずはやっていくべきなんじゃないかなっていうふうに思います。うんうんうん、今日は夏のパラリンピックの競技、射撃について教わってるんですけど、早く見たくなってきました。面白そう。いやいや、あの、しんどそうですけど、見る側面白そうだし、何かちょっとまた教訓をもらった気がします。はい、本当ですか。そう言っていただけると嬉しいです。今回のゲストは、パラ射撃でアテネ、北京、ロンドン3大会連続でパラリンピック出場されまして、現在はですね、一般社団法人日本パラリンピアンズ協会で理事を務めていらっしゃいます、田口亜希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊集院光と、喜入智広と、パラスポーツと、ここで、チームビヨンドからのお知らせです。ただいま、チームビヨンドではメンバーを募集中です。メンバーになると、パラスポーツのメールマガジンが定期的に届いたり、動画配信ツール、エアスタジアムからのメンバー限定動画の閲覧や、ビヨンドグッズが当たるキャンペーンに応募できるなど、様々な特典が受けられます。メールアドレスを登録するだけで、どなたでもメンバーになれますので、ぜひ、チームビヨンドホームページをチェックしてみてください。チームビヨンドプレゼンツ、伊集院光と喜入智広とパラスポーツと、この番組は、チームビヨンドの提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は掃除のプロがお風呂場を徹底的にきれいにする浴室クリーニングサービスを紹介します。長年定評のあるグッドハウスの掃除のプロが浴槽に床、壁、換気扇など隅から隅まで浴室を丸ごとクリーニングしてくれます。浴槽の手前のパネルが外せるタイプの場合、これも外して中のカビや汚れを高圧洗浄機で洗浄します。作業は2時間から3時間ほど。事前の準備は一切必要ありません。そして今回、春の引っ越しシーズン前の閑散期ということで、期間限定の値下げが実現しました。お値段は、グッドハウス直販サイト価格税込み 28,050円のところ、税込み 19,800円、19,800円です。また防カビ、抗菌、消臭、抗ウイルス効果が期待できる人気の浴室オールチタンコーティングも別途特別価格でご用意しています。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。今日は来てくれてありがとう。コーナーに来てくれたみんな、サンキュー。パチンコ&スロット、キコーナー。松崎しげるです。君と一緒にずっとこの家で仲良く長い間暮らしたい。絆が生まれ、絆が深まる、そんな家づくりを目指しています。お客様との絆も大切にしたい。横尾財務店。伊集院光とラジオとダイエットと、この時間は
大同生命の提供でお送りします。伊集院光とラジオとダイエットと、さあ、毎週月曜日朝一番恒例パンツ一丁体重測定です。今ラジオの前の皆さんにお聞きいただいているのは朝に収録済みの音声です。時刻は午前8時です。今週も体重を発表してくれるのはこの方です。おはようございます。小田源次郎キリアタートルです。マスクよし距離よし。はい。さあ、先週の体重 105.1 キロでしたが、はい、今週どうなってるのか、パンツ一丁体重計乗りまして、はい、ロックして、私は離れます。お願いします。さて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 、発表します。104.9 キロです。喜びたいところなんだけど。はあ、週末また胃腸炎になっちゃって。あれ？健康的ではない。伊集院光とラジオとダイエットと、このコーナーは伊集院光さんが無理のないダイエットでいつの日か TBS ラジオの周波数と同じ 95.4 キロになることを目指しています。リスナーの皆さん、生温かい目で見守ってください。なんかさ、神経性の胃腸炎がさ、癖になっちゃって厄介だなと思うのは、はい、ちょっと前兆として、あ、ちょっと来てんなってあるのね。その来てるっていうストレスでなってくんだよ、ね、あ、何これと思って、ね、お大事にしてください。ありがとうございます。さあ行きましょう。こちら、大同生命プレゼンツウォーキング宝くじ。さあ合言葉はアーチーチーアーチーアーチーチーアーチーは一応99年なんで、はい、近藤係少し年上だったら覚えてるだろうですね、世田谷区34歳工藤ひとみさん、行きましょうか、はい、もう早速かけましょう。工藤ひとみさん34歳、コロナのせいで生まれてから一回も息子は動物園に行ったことがない。2歳なんだって。ああ、じゃあその真っ只中の子育て大変でしょうによ。で、動物園をコロナ明けに連れてってあげたいんだよと。いいよね、ちっちゃい時のこう子供がさ、初めて象を見た顔とか撮っててほしいな。ダメか、ちょっと前にもらったやつなんだよな。あかん、あー申し訳ない。さあ、じゃあ次おはがき。はい。おはがきで出した覚えのある方、神奈川県横浜市橋本敦さん52歳の男性の方です。はい。おはがきにかけますね、はい、かけてください。賞金をどのように使いたいか。ホテルのアフタヌーンティーのケーキバイキングに妻と行きたいです。いいな。2人で12,000円。おー、でもいいイベントだよね。大イベントだよね。アフタなんか何段重ねみたいでしょ。そうですね。そうだよね、うん、さあ夫、もしもし、さあ夫、言えますか。あ、言えます。アーチーチーアーチー、素晴らしい。おはようございます。今ラジオプレミアムで聞いてたんで。あ、ほんとありがとう。ありがとうございます。嬉しい、こんな嬉しいことない。だけどさ、橋本さんさ、俺とそんな年変わんないじゃない。はい。声すごいさ、綺麗な声してるね。嬉しい、ジェイさんの思いを話せたのよ。そんなに喜んでくれるかい。でもね、ちょっとね、はい、今週ね、週末歩けなかった。前半すげえ調子よかったんで、5万6歩、1万1円でございます。ありがとうございます。もうそれでも十分です。あ、すいません、ちょっとラジコは声を小さくします。ありがとうございます。伊集院さん、嬉しかった。夢のようだ。でもさ、はい、アフタヌーンティーで、はい、そんな、はい、何、ちょっとこう、ケーキバイキングみたいな、よく行くの？いや、行ったことなくて、うん、ちょっと僕、大病してね、嫁さんにね、ちょっと親子、嫁さん高校したいなと思って、よかった、嬉しい。伊集院さんとお話できるのが夢のようです。すごい。俺もなんか嬉しくて、なんかさ、声のトーン上がっちゃうよ。嬉しい。奥さんにもよろしく伝えてね。大ファンで、伊
つもテレビとかも、うん、あの他局でも見たりしてますじゃずっとずっと褒めてほしくなるわまた聞いてくださいねありがとうございますね3月末までラストスパート頑張ってくださいありがとうございま す頑張ります失礼しますこんな喜んでもらえるもんかね俺と年変わんないんだよこんなのぶとい声に対して男性アイドルみたいな声だったね。明るい声。なんかケーキバイキングも似合いそう。ね。いや、本当に元気出ました。ありがとうございました。大同災害。社員が友人や家族のように力を合わせて働く小さな会社。そんな会社で生まれるかけがえのない物語こそ、大同生命は支えたい。そう思っています。かけがえのない物語を支えたい。大同生命伊集院光とラジオとダイエットとこの時間は大同生命の提供でお送りしました石井正則と北里氏がお送りする自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ健康にいい手軽で経済的また自転車に乗りませんか子供の頃は皆さんサイクリストでしたよね僕たちが補助輪となり自転車の魅力を分かりやすく発信日曜夜6時30分からはーいあれインターホン変えたそうなのよ近頃物騒だから新しいのに変えてみたんだけどモニターは大きくて綺麗だしへえ。なかなかいいのよじゃ考えてみるまたねあれ用事は見える安心インターホン一戸建てタイプもピンポンは iPhone 主婦の皆さんこんにちは再春館製薬所です世話しない午前中が済んで一息つく間もなく午後の家事に追われる本当に大変ですね夕飯のお買い物に行かなくちゃならないけど膝が痛くて外出するのが億劫出かける時の初めの一歩が痛くてためらわれる肩と肘も痛くて荷物を持つのも大変そんな方は通三湯をお試しください通三湯は漢方に学んだ医薬品5つの生薬が体に働きかけ、膝の痛み、リウマチの痛みなどを徐々に緩和していきます。無料の試供薬を送料も無料でお届けします。お申し込みは 0120-305-305、0120-305-305、朝8時から夜10時まで。通三湯は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。時刻は間もなく9時52分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真希子さん、お願いします。はい、お伝えします。外環自動車道内回りは外環三郷西インター付近、左側でトラック3台の事故のため5キロ30分です。さらに内回りは大泉ジャンクションで5キロ半を30分、関越道下り川越インター付近、追い越し車線で事故の処理が続き2キロです。首都高速道路は5号線の上りが板橋ジャンクションで9キロ半戸田南から1時間30分中央環状線の内回り西池袋付近で行われていました事故の処理は終わりました神奈川県内では藤沢市内藤沢市道の藤沢北警察署前交差点で車両2台の事故のため各方向で交通規制が行われています渋滞は特に湘南台駅へ向けてが1キロ半です。都内では第一京浜の上り大田区大森西6丁目事故のため1キロ半です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時25分ごろお伝えします。昔昔浦島太郎を浦島太郎にしないためにあなたの暮らしから考えよう AC ジャパン。グレープフルーツにも旬があるってご存知でしたか2月からが旬のフロリダ産のグレープフルーツは酸味と甘みのバランスがよくジューシーなことが特徴です2月26日はフロリダグレープフルーツの日フロリダ州政府柑橘局からのお知らせでした千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします信頼と実績の家族葬は
千代田セレモニーです。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い、その場でいくらになるか査定いたします。お電話は 0120-09-09-06 09-09-06 バイセル。 TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時からは俳優で通販コンサルタントの保坂直樹さんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはチャレンジしてる、するぞ、いつか。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗を使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋ようかん、国産シャインマスカット果汁を使用したシャインマスカットゼリー、ぜんざいに一口タイプのようかんが入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の藤屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ラジオネーム花坂にいやんさん、31歳男性の方、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつかチャレンジしたいことは南米アマゾンでの魚釣り。お、私は釣りが趣味なんですが、日本では見かけられないアマゾンの怪物みたいな魚たちにかれこれ20年近く憧れています。うんうん、実際アマゾン釣りツアー、旅行会社で扱われているんですが、日本から現地までの片道だけで3日かかり、うわ、料金も1人60万円以上と高額なため、なかなかチャレンジに踏み切れません。ましてや今は新型コロナウイルスで渡航自体が非常に厳しく難しくなっていますが、いつの日かチャレンジしてみたいです。すごいのいるもんね。もう怪獣でしょみたいな。2メートル以上の魚とかいますもんね。いるよね。はい、これは怪獣じゃなくて巨大魚ですよ、魚ですよ、いやもう十分怪獣だって、もう2メートル超えたらみたいな。でもあれを釣るの分かんないもんだよね。だからさ、こういうの釣りたい人もいれば、はい、逆に船なんだよねみたいな人もいるからね。匿名親父さん、ありがとうございます。ラジオネーム匿名親父さん、50代。いつかチャレンジしてみたいのはクレー射撃。私が幼い頃父が趣味でやっていて、私も最近になってやってみたいと思うようになりました。ただ銃を所持するためには講習や学科試験申請等々して許可を得なければならず、始めるまでいろいろと面倒で二の足を踏んでいます。なんかもうルールもわかんない、はぁって言うと2個飛んでくるの。それなんかそんな感じじゃないの。もうイメージもつかないです。それハースルわかんない。はい。俺はなんかね、確かに高木ブーさんだ、ドリフのメンバーの中でクレー射撃が流行って、はい、高木ブーさんとか加藤茶さんがなんか昔凝ってて、その映像で、あの高木ブーさん、いつも寝てるイメージの高木ブーさんが、はぁパンってやってたのをなんとなく覚えてますけど。それからですね、ぴょんぴょんゆめこさん。月に一度山形の空き家になっている実家の様子を見に行っているのですが、近くのスーパーで日本海の新鮮な魚介類が安く手に入る。で、埼玉の自宅ではやらないような料理を作りたくなる。けど一つハードルが。それは大体のお魚が当たり前のように丸ごとで売られているので、下ごしらえをするのを自分でやらなきゃいけない。まあ鮮魚コーナーの担当に、お願いすればやってもらえますが、このあたりの主婦はそれぐらいできて当然で、いい年した私にはそれらの魚扱いの基本を頼みにくい空気が流れてる。だからお魚を三枚におろすができるようになりたい。少しずつ大きな魚にチャレンジしてお刺身にするぐらいまでできるようになりたいですっていう。お、意外に魚おろせんだよ。すごい。なぜかっていうと、魚屋さんの役で映画出た時に、はい、があって、とにかく3ヶ月間ずっと魚を3枚におろす練習してくれって言われて、
ほいで、ずーっとやってた結果、下ろすシーンはカットになりました。山崎春の晩祭り。新しい春に嬉しい美味しさを。今年はスープにサラダにぴったり、ちょっと深めの白いスマイルボール。点数シール28点で必ずもらえます。山崎春の晩祭り。詳しくは店頭ウェブで。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと保坂直樹と、おはようございます。今日はですね、まあ皆さんこう楽しく健康になるような話をしようかなと思います。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの TBS アナウンサー近藤佳子です。さあ今お声聞いてもらいましたけども、今日のゲスト俳優で、このあたりが俺どういう経歴なのかわかんない、俳優であり通販コンサルタントでもある、保坂直樹さん、はい、で多分ね同い年で、自分がラジオに出るようになった頃にはもう活躍してて、うん、俺ね、相当保坂さんが若い頃に書かれた自伝みたいのを読んでるの。で、保坂さんが相当波乱万丈な人生を生きてきたみたいな、なんか下知識があって、で、いて割とこう、骨太な、ね、すごく骨太な人で、まあ変な言い方だけど、俺たちみたいな不細工すぐ悲願で言うんだけどさ、あの、なんていうの、そんじょそこらの男前じゃない、割と芯の一本通った人っていう感じで、うん、ね。ちょっと、どこから切っていいか分かりませんが、いろんなお話伺いたいと思っております。保坂直樹さん、この後すぐ登場です。年に一度、恒例のビートルズ、トリビュートライブが帰ってくる。ディアビートルズ2022、3年ぶり待望の開催決定。出演、杉正道、坂崎幸之助、リッキー、上田正俊、清水仁、伊豆田博之、小泉信彦、ゲストに久保田洋二、山本光を迎え、TBS ラジオ公演で3月4日金曜日午後6時30分から新宿文化センター大ホールで開催。チケットは全席指定税込み7000円で、チケットピアほか各プレイガイドで絶賛販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト保坂直樹さんは1967年生まれ、静岡県出身、現在54歳。1986年放送のドラマチェッカーズ in 涙のリクエストでデビュー。以来数々の映画ドラマに出演し人気を博します。1992年に公開された映画パテオでは日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。その後2002年に行った腹膜炎の緊急手術で一命を取り留めたことをきっかけに、健康や食生活に対する考えを改め、フードアナリストなどの資格を取得。現在は楽しく料理できる調理器具や健康器具などを販売する開発会社を設立し、年商10億円を稼ぐ通販の帝王としても活躍している俳優で通販コンサルタントの保坂直樹さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには保坂直樹さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。ご無沙汰してます。すごい久しぶりだと思います。すごい久しぶりですね。意外にね、ニアミスでなんかこうすれ違ったことあるんですよ、うん、でもなかなかね、お仕事の割と立場が違うというか、そう、こういう感じで対面するのは、うん、多分20歳そこそこぐらいの時に、自分もラジオ始めたばかりの頃で、うん、はい、それこそその平成の新男前みたいな感じでドン出てきた、はい、あのあたりですよ。そうですね、もうあれから30、だから35年、もう我々55ですからね、ここね、同い年なんですよ。そうなんです、実は。
ねえ、はい、でもね意外とね芸能界うない年生き残ってるんですよね。いるんですよ、はい、なんか探すとそれお笑いの方は松村くんからサマーズからずらっといるし、うん、結構役者だとね尾形直人くんとか、うん、あと江口とか小田とかね、うん、みんな同い年なんですよ。スポーツ選手も多いし、うん、ねえ、まあ私もなんとか生きておりますけども頑張りましょう。なんかねあの若い頃の保坂さんのイメージが、この人はなんか生き急いでるっていうすげえそういうイメージ。うん、だって時間枠ってさ人それぞれだから決まってないじゃない、うん、いや年は同じように取ってくのよ、うん、でも1年の時間ってみんな違うと思うんだよねここに、うんうん、1年の使い方って、はいはいはい、だってよく言うのが初めて行った道はなんか遠く感じるけど帰りは早く感じたりとか、はい、例えば小学校の時って、まあ、ものすごいなんか夏休みにならないなと思ったけど大人になるとそんなの一瞬だったりとかワンクールなんて一瞬じゃない、うん、例えばこう仕事してるとね。だそれってやっぱり経験値だから経験値が多い人ほどやっぱ早くなってっちゃうしスピード感とかってでも時間は同じように過ぎていくんだけど感じ方が違うんだよね。うーん、そうやって考えると多分早かったかもしれないね。俺その時に出されたこうちょっと自伝的にここまでの人生みたいな、うん、iPhone 書くのも早かったよねあれ。何歳の時だろう。あのね取材嫌いだったんですよ僕らの頃って。芸能の頃って一日にそれこそドラマやるといわゆる番宣って言って、まあ、例えばこういうラジオに出させていただいたりテレビをこうジャックしてみたりとかね。で取材なんて一日に20本とか受けるわけですよ、うん、そうすると例えば15分とか30分刻みでこう人が変わる人が変わる人が変わる。で同じことこっちは聞かれるから同じこと言うわけですよ。でも例えばその、まあ、例えば20人一日に取材したら20人とうまくいくわけないんだよね、うん、そうすると悪いこと言われることもあるわけじゃん。例えば10紙いいこと書いてくれる、まあ、番宣だからね。で5紙がまあまあまあ普通だね当たり障りなくで5紙がなんとなくちょっとなんだこいつって、まあ、小僧だから思われて書かれると、うん、せっかく労力を割いたのに無駄になるわけですよ、うん、でここで事務所に無駄になるからやりたくないって言って執筆始めたんですよ。はあ。でもどこかで媒体が本しかないから昔って。そうですね、インターネットないし、うん、でテレビはもう完全に牛耳られてるからフリートークなんかできないじゃない、うん、そうすると自分でできることって出版しかなかったんですよ。なので出版をしたっていうのが始まり。だまあ真面目でそうなんですよね。要するに書いた方のニュアンスによって、うん、で気だるそうに答えたって一本書かれちゃったら、それだけでもう真面目に取り組んでないってことになっちゃうし、うん、今言ったように自分のことをよりも知ってほしいし、うん、見てほしいのにマイナスになっちゃったら意味がないっていう。でもそこですごいのが俺本書くわって、うん、そこがすごいけどな、うんうん、でも、はい、じゃあスタートから行きますか。まず俳優になりたい、はい、俳優を目指そう、俳優を始めようは、うん、どっからですか。あのね、我々の頃って芸能界って今と違って、まあ、1億総タレントになる前だから芸能人っていなかったんですよ。いわゆる僕まあ役者さんとして仕事させていただいてきたんですけど、役者って言えば例えば東映のスターとか、うん、舞台の例えばなんとか座とかのスターとかっていう方たちがテレビに来てやってるっていうのが多くて、うん、でモデルさんといえばほとんどハーフか外人さん、うん、でまああと歌の人たちはまあバンドの方たちとか、まあ、演歌の方たち、うんっていう、もうくくりがしっかりしてて、はい、素人が入れる世界じゃなかったんですよ。はい、だから何にもわからない。でも、まあ、ちょっと家の事情があって、僕、ま、小学校1年生の時に両親がま、自殺していなくなり、で、まあ、祖母と妹とずっと暮らした時、妹が小さくて、何もできないわけですよ。で、まあ、僕はもう7歳の時だったんで、まあ、自分で、まあ、例えば自分の身の回りのことはできる。洋服着たりとかご飯食べたりとか。まあ、作れないですよ。とかはできる。で、これ早く家出たいなと思ったんですよ。うん。要は妹の世話をするのにおばあちゃんがいるから、でもおばあちゃんも途中でなんか脳一血の脳梗塞やったりとか、まあ、大変になったんで、まあ、家はあったけど、世話する人がいないから、早く出るためには何か、こう、やらなきゃいけないなと思って。だから何でもよかったんですよ。うん、寿司屋でも大学でも何でもよかったんですよ。うん、たまたま音楽が好きで、毎週、いわゆる東海道線に乗って静岡から2000円ぐらいで来れるわけですよ、東京に、うんうん、でライブハウスね、昔渋谷に屋根裏っていうのがあったりとかエッグマンっていうとかあったりとか、でそういうとこでライブやってて渋谷をうろうろしてたんですよ、中学校の時から。そしたらスカウトされて、うん、あ、芸能界ってよくわかんないけど、あ、なんか子供でも働けそうみたいな、あ、これ家出れるじゃんと思って東京に出たんですよ。はぁー、まさにさっきの行き急いでるでちょっとつながるけど、うん、早く自分はなんとか自立したいって思ってた時なんだ。いやだから高校行って大学行って、まあ高校出ましたけど、ちゃんと高校行って大学行って、で就職してって考えるとそこまでが10年ぐらいかかるじゃない、うん、お金稼ぐまでに、うん。これちょっと無理だなと思って。うん、なんでまあ飛び込んじゃったっていう感じですよね。でもある意味、
成功の確率はさておいてだけど、成功さえすれば早くして自立もできるし、うん、そうなんですよ。その、それこそ、兄弟をある程度、楽させることもできるし、はい、おばあちゃんの面倒も見れる職業ではあるじゃないですか。うん、そうなんですよ。すぐうまくいくんですか？これが大間違い。ずっと3万円の時代がずっと長いですよ、給料。3万円時代。月給3万円ですから、昔の芸能界って。どんなに働いても3万円。20万円いくことなんてまずないわけですよ。まあ、なぜかトントン拍子で入ってきて、まあ、その、いわゆる劇団霊心会って言って、一世風靡っていう昔あったんですけど、相川翔君とか柳葉さんとかいて、はい、それの元々あった前身に入るわけですよ。で下から2番目ね、僕の。もうパシリですよ、延々と。で、それやって、延々とストリートパフォーマンスをやったりしてて、原宿のホコ店でね。で、そこから、なぜか NHK さんに突然抜擢されるんですけど、アイドルにいきなりなるんですよ。ほうNHK のレッツゴーヤングってアイドル番組。ありましたね。はい、オーディションに行って、全員ほぼジャニーズですよ。はい。ジャニーズ。そこに、まあ当然ジャニーズ全盛期なんで、普通の、まあ僕ら世代の同じタレントさんは潰される時代ですよ。うん、そこにポンと入って、で僕だけスーツ着て行って、伊勢風靡だから、ダブルのスーツなんですよ。うん、行って、バク転もできなきゃ何もできなくて、うん、で僕な、確かね、渡辺徹さんの約束かなんかの歌、昔、多分、夏目だと皆さん聞いてくださいね。ラジオの方知ってるかもしれない。歌って、で自分、アイドルとかできないっすって言った覚えがあるんですよ、ね、その NHK の最終オーディションで、はいはいはい、なぜか選ばれたんですよ、逆にのパターンね、逆にこういうやつをっていうやる気ないしみたいな感じで、なんで俺そんなとこ行くんだろうみたいな、だってもうほぼほぼなんか反社みたいな感じのね動きなわけですよ、一世風靡って、はいそうですね、ダブルのスーツ着ていつも でグリーンのベンツかなんか乗ってみんなね紅派っていうそんな感じだったから、はい、なんで NHK さんのアイドル番組通るみたいな、うんうん、で、そこからまあドラマがポンポンポンって決まっていて、まあちょっとこのデビューの作品はちょっとまた違うんですけど、実は。あ、ほら、さっきの年表にあったのとはまたちょっと違うんですよ。はい。で、まあそんなのが続き、どん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 主役でバーっていって、なんか、コカ・コーラさんとか、まあそのね、ごめんなさいね、スポンサーの名前言いましたけど、いろんなこう、CM が決まり、なんかトントン拍子で本当に行ってしまったっていうか、でも、ベースにあるのは、その、制作やりたいっていう。だそれが多分今も続いてるんですよ。もともと、その一世不備の前身の霊神会というのが入った時に、下から2番目のペーペーだから、衣装は買いに行かなきゃいけない、要はスタイリストですよね。照明直さなきゃいけない、平台打たなきゃいけない、台本も全部書かなきゃいけない、構成、荒構成したのをまとめなきゃいけない、何にもやったことない15歳ですよ。やってたから、これ面白いなって思っちゃったんですよ。なるほど。ここの世界と思って。自分が出るよりも。最初にピンポイントで誰みたいになりたいじゃないんですもんね。何もないんだ。とにかく自立したい。ここはどうだろう。ここはどうも入れてもらえそうだってなってくうちに、うん、同時に発見して覚えて楽しみを見つけてをやってるから。うん、そうなんですよ。面白いぞ、ここと思って。で、制作希望だったから、まあその後の、まあ自分で出てる方が先。なんで出てる方をそれで断らずにやったかっていうと、うん、結局、15だ、16、17の小僧が、発言権ゼロの時代なんですよ。はい、今はその SNS も使ったりとか自分で発言できるけど、例えばアイドルでテレビに出ても、台本あったんですよ、全部。ありましたね。ほぼ完全台本がありましたね。フリートークしてるように見えてフリートークないんですよ。うん、だから、自分の発言権がないから、発言するためには自分が売れるしかないんですよ、うん、自分が好きなものを作りたい、自分が好きな台本書きたい、好きなものを着せたいって考えたときに、これ自分を利用した方が早いなと思ったんですよ、うん、だ自分がトントン拍子で売れていくから、あ、これ自分セルフプロデュースできるじゃんと思って、これを利用しながら自分の好きなことをしようと、穂坂っていうタレントを自分で利用しながら、穂坂っていう制作がいて、こいつ利用していけばいろいろ話が通るしできるぞと、だからすぐ本も書けるようになったりとか。あ、そこ繋がりますよね。そうなんですよ。これは多分不器用にインタビューを数こなしてると間違った方行くぞって、うん、俺の穂坂の性格だとそうなるから。そう。で、そのうち小玉行きなことになってくわけじゃないですか。はい、はい。お前と、お前のことなんか喋りたくないよお前みたいになってくわけじゃないですか。でもこれはマイナスだぞと。だって10子プラス、はい、5子はまあ普通に書いてくれる。5子だけが敵なわけだから。うん。だからそういう意味では、ここだけを消去したいんですよ。で、そのために、うん、まあ、嫌われずにそれをちゃんとやる方法は、出版だったみたいな。はあ。でもこれがまた逆行くところで、芸能界で役者やるときに嫌われ者しかやってきてないんですよ。怖い人とか嫌われ者とか、はい、大体なんとかのリーダーとか、はいはい、まあ、ほとんど、なんか、反射的なこととかずれてたりとか、どっかの社長やってても、はい、まあ、官僚上がりでちょっとなんか、でもお母さんは、なんか、
暗い過去がありみたいな役が結構多くて、まあ大体、まあ TBS さんでもそうですけど、高層ビル、昔高層ビル流行ったから高層ビルでなんかこんなブラインド下げてこう赤ワイン回しながら赤いソファーに女を押し倒すみたいな役なんですよ、大体ね。で、まあ、だから昔の例えば その時代ってやっぱりジャニーズさんすごく強くて、アイドルの子たちがやっぱり舞台とか、まあ、そのドラマに来た時にやっぱりかっこいい役やりたい、はい、でその嫌われ者の役やりたくないんですよ。あ、光と影で言えば光は割とジャニーズの一押しの子がやってて、うん、だからどちらかというと主役をなんか明るく飾るよりもなんか2番手の怖い役やるとかっていうのを割とセレクトしていったっていうか。へー、だから嫌われ者、だから、ま、変な話、よく、多分、もしかしたら伊集院くんのキャラクターだと、なんかコンビニ行くと悪いやつね、なんだよ、伊集院とか、はいはいはい。一切ないんですよ。怖がられてるから。だから暴走族とかがコンビニとかで集まってるという夜中に行って、ちょっと、お疲れ様です、とかっていう感じのタイプだったんですよ。でもそれが、なんかいいのは、セルフプロデュースがうまくできてるのは、うん、そういう役で表出てる人って、フラットでいてもいい人に見えるし、そうなんですよね、絶対人に好かれるじゃない、うん、あいつあんな役やってるけど、腰の低い人だな、しっかりした人だなってなるから、うんうんうん、そこも一つセルフプロデュースっていうか、で、あと生き残るのには、うん、じゃあライトサイドのど真ん中目指して、そこの層の厚いとこ突破するよりは、こっちだろうとかっていうことなんですかね。うん、だから芸能界ではある意味七不思議って言われてて、ジャニーズさんがもう本当に全盛期の時に、まあいろんな同い年に出てきたのいっぱいいるし、同級生なんかでも、それこそ、いろんなね、なんとか隊とかっていうグループがいっぱいいたんですけど、うんうん、唯一生き残ったんですよ。多分同世代で同じ時にデビューして、後から例えばさっき言った小田とか江口とかって全然後輩なんですよ、うん、同い年だけど後から出てきてる、うん、だからその高校生の頃にジャニーズと一緒にテレビに出てて残ったのって僕だけなんですよ。だから七不思議って言われてて、うわ、でもそれは自分のそれなりのセルプロデュースや、まあ、まあ、どうなんでしょうね。若いなりの戦略もうまくいってたのかな、まあ、当時それこそまだジャニーさんがね、ご存命でお元気だった頃にもお会いしたこともありますけど、なんか嫌われなかったんですよね。だから不思議、まあ不思議っちゃ不思議なんで、まあ、たまたまその生き残ったというか、まあそれがこう続いていき、まあさっきの紹介のところで、まあちょっと健康を害したりとかもあったりとか、あと僕らの頃って、今と違って社畜じゃない、変な話。まあまあそうですよね。まあこういうラジオやってると、そうそうそう。まあ制作やってらっしゃる方もそうだけど、脳がない時代なんですよ。そう、脳って言っちゃダメ。はい。そう。だってさっき言ったみたいに、フリートークしてるみたいで全部台本なんだから。イエスとはいっていうね。そう。はい。だから断れないんですよ。はいはい。で、仕事忙しすぎて結局倒れるんですけど、内臓破裂して。うん、内臓破裂した時なんて、それこそ大河ドラマ、もう2番手でやってて、で、三池武史さんで、もしかしたら後で話して、三池武史さんが、初めてそのこそワウワウさんで、連続ドラマを作るって言った時に、はいはい、僕主役で三池武史と二人で組んでやってて、で、あと TBS さんもやってて、フジテレビやって、京都もやって、連続を5本持ってたんですよ、掛け持ちで。ワンクールよ。倒れるよと思って。家にいる時間20分くらいしかないんだから。そりゃ倒れますよ。スタッフ3交代ですよ。ドライバーが倒れちゃうから。すごいですね。スタッフの方のケアはされたわけです。だってこっちは買いが効かないから。そんな時代ですから。で、まあ、やっぱり、それこそ19歳の時にニューヨークにいて、その予防医学っていう健康のことを習うんですけど、日本人まだビタミン C とか、チョコラなんとかとか、アサダなんとかとかっていう頃しか、龍角なんとかとかね、ない頃に、まあ、ニューヨークにちょっといたんで、その時に、向こうのセレブたちはもう朝ごはん食べないで、こんなカプセルをいっぱい飲んだ、はいはい。で、この人たち、大金持ちだけど、体悪いんだな。だってそんなカプセルって薬しか見たことない。そうだよね、そうだね。19歳で。で聞いたら、いや直樹お前さ、日本人はこんなちっこい魚なんか丸焦げして食うだろうとかって、あれの何食ってんだって、いや美味しいからとか肉とかっていろいろ言ったと思うんだけど、違う違う、そうやって消化されてカルシウムになったりいろんなものになるんだよと、今でいう DHA とかね、これを食ってんだと、だって消化するの無駄じゃないかって、この一匹からどれだけ取れると思う、お前それ100匹食わないとこの一粒にならないんだぞみたいな話になって、そこから勉強始めて、っていうか全部極端だね、もうやらなきゃ気が済まない、そこ気が済まないんだと思う多分。だから例えばそのテレビ通販に入って、ちょうど僕テレビ通販に入って15年なんですけど、その頃テレビ通販の過渡期というか、まだヤフーさんとか楽天さんとかもそんな売れてなくて、アマゾンも売れてない、 YouTube もまだない頃って、芸能人がテレビ通販をやるなんてことは、まあ、そもそもタブーで、まあテレビだと、まあそのいわゆる数字が取れないところを外部が買って自由なことするから、なんかテレビ通販って始まってて、その頃なんかこうこれトンってやって、芸能人たち我々集まって、これがすごいです。わー、ほんと美味しいとかって言ってたら100万くれてた時代ですよ。はい、ギャラ。でもこれって、いつまで続くのっていうのと、CM の延長だなって思ったんですよ。で、自分のやりたいこととは違う。さっき言ったみたいに、取材嫌いだから本書いたと一緒で、
健康の自分はたまたま死ななかったけど、内臓破裂してもあと2時間で死ぬって言われたんだけど、たまたま Y2K の時で2000年問題で、2000年の元旦に僕内臓破裂したんですよ、でボンクレ正月に大病すると大体まあ死ぬって言われてる、お亡くなりになる方が多いんですけど、なぜかっていうとそのちゃんとした先生たちはお休みになるから、お休みですもんね。そうすると非常勤の方がいらっしゃるんで緊急の手術とかに対応できない。僕たまたま Y2K で何が起こるかわからないから待機してんだ、全ての先生がいたんですよ。はー、なんか自分のためにいてくれたみたいな、全ての外科の本部長から何から麻酔から何から全て揃ってたから、はい保坂くんやりますよっていう体制だったんですよ。でまあ8時間かかって手術で、2日後に目覚めて集中治療室で、たまたま生きてたと。でこれを伝えるためには、例えばこうラジオとかねテレビとかってやっぱり刹那的だから、やっぱり右左で流れちゃう、立ち止まってもらうためには商品作らなきゃと思って商品開発に入るんですけど、でいてせっかく作ったなら自分でこの売れるんだったら自分で売るっていう作業もやりたいってなってってそこに行くの。どちらかというとやっぱりこれも保坂っていうものが、まあ、例えばその二十歳ぐらいの頃に皆さんファンでいてくださった方って同じように年取ってるじゃないですか。で、僕、その、保坂を立ち上げた時40歳だったんですけど、みんなだいたい40歳か40歳のちょっと下とか、もしかしたら50歳、60歳になってるわけですよ。もう衰えは分かってんですよ。自分の。でも言いづらい。でも明らかに衰えてる。でも保坂見たら、なんか絶対的に俺よりも元気だし若い。なんかやってるんでしょ、その秘密はってなるじゃないですか。その秘密をどんどん今商品化してるんですよ。すごい。一回 CM 挟みますか。じゃあちょっと一回 CM 挟みましょう。今日は保坂直樹さんを迎えしています。今日の生活を踊るは家庭料理のプロ料理研究家の浜内千奈美さんが登場。今回のテーマはオカルト料理シリーズ、ブリの照り焼き。定番調味料なしでもなぜか作れちゃうオカルト料理、ブリの照り焼きをお酒とみりんなしで作っちゃうそうです。生活を踊るは今日午前11時から。辰巳拓郎です。アーバンリゾートホテルで勝手にコンシェルジュやってます。今週のゲストは元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。勝手に見習い近藤佳子も一緒におもてなし。思い出の旅は夫のふるさとケニアへの家族旅行。辰巳拓郎の勝手にコンシェルジュ、土曜夕方5時から。ここで地震の情報です。ニュースデスク読みましょう。土井敏之アナウンサーからお願いします。はい、 TBS ラジオ地震情報です。先ほど10時12分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は震度3が茨城県東海村です。地震の規模を示すマグニチュードは 4.5、 震源の深さはおよそ 50km。 先ほど10時12分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。以上ニュースデスクからお伝えしました。ありがとうございました。土井敏之アナウンサーでした。日本人の国民病とも言われるがん、 FWD がんベストゴールドならがんと初めて診断確定された時に最高300万円を保証。入院の有無にかかわらず最高300万円を受け取れます。さらにこの給付金は支払い自由に該当する限り回数無制限、毎年受け取ることも可能です。もちろん保証は一生涯続きます。お申し込みは昭和17年にお生まれの満80歳まで。お問い合わせは 0120-676-626 0120-676-626 FWD 生命まで。笑顔、生島博の笑顔健康玉手箱。今回ご紹介するのは笑顔の勧誘サメ玉。勧誘ドロップって昔食べましたよね。北欧の漁師さんも需要食として親しんでいたそうですよ。深海ザメの生命力を生勧誘 100% でサプリメントに。ひらがなのサメ玉で検索。笑顔の勧誘サメ玉。ハウスドゥの古田敦也です。老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。不動産ドゥザベスト、ハウスドゥで検索。この地動説を唱えたのが天文学者のガリレイ。そう、ガリレイ。現在国内のおよそ3台に1台の業務用冷蔵庫を製造しているのはガリレイ。そう、ガリレイ。冷やす技術で食品にとどまらず医療分野でも人々の暮らしを豊かにしていくのもガリレイ。そう、ガリレイグループ。ガリレイ。広告会社の皆さん、聞こえますか？他局の手前、小さな声でお伝えします。急に入ったプレゼンに
TBS ラジオを活用してみませんか？ご提案にそのままご利用いただける媒体資料、事例、価格表をご用意しました。 TBS ラジオ資料で検索してください。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、今日の関東地方、平野部では晴れても寒いという風冷え、そして山では大雪に注意が必要です。この時間、平野部の広い範囲で快晴、よく晴れていて、夜にかけて乾燥した晴れが続きそうです。一方、北部の山沿いには雪雲が次々と流れ込んでいて、24時間で40センチ近くの雪の積もったところもあります。で、今夜にかけては積雪がさらに増えて、また風も強く吹雪くところもあるでしょう。車の運転などご注意ください。そして平野部でも冷たい風が強めに吹いて、最高気温は東京10度の予想ですけれども、体感的には一桁台の寒さになりそうです。ただこの冬の長い寒さ、出口がようやく見えてきました。今週後半には日に日に寒さが緩んで、次の週末は3月から4月並みの暖かさとなりそうです。まあ、ようやく季節は先へと進んでいきそうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。フルオーケストラの生演奏で名画が蘇る感動のひとときを、 TBS ラジオ公演、雨に歌えばシネマオーケストラ、3月21日東京国際フォーラムホール A で開催。お問い合わせは 0570-550-799 共同東京まで。時刻は10時25分です。ここで赤棒がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、外環道の内回りは外環三里西、事故の処理が続いています。路肩と左側1車線が通れず、8キロを40分。その先、大泉ジャンクション内では関越道下りへ向かう道路で乗用車の単独事故が起きています。追い越し車線が通れず、5キロ半35分です。首都高速は5号線の上りが志村で5キロ、戸田南から30分。神奈川県内では藤沢市道藤沢北警察署前交差点、この時間も事故の処理が続いています。各方向交通が規制され、茅ヶ崎方向には500メートルの渋滞です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時53分頃お伝えします。進学、転勤、単身赴任、不安な気持ちや期待でワクワクした気持ち、引っ越しのお荷物にはお客様の様々な思いが詰まっています。新たな場所で活躍するあなたのために、赤棒の引っ越しシングルパックをご利用ください。赤棒です。伊集院光とラジオと穂坂直樹と通販と、さあ改めまして今朝のゲストです。俳優で通販コンサルタント穂坂直樹さんです。ここからもよろしくお願いします。はい、お願いします。それこそ今までで一番ヒットしたものなんですか？まあ、穂坂流としてはブランドとしてはもうずっと右肩上がりで、はあ、まあ、それだけ健康のことを皆さん意識するようになったというか、もともと穂坂流のテーマって死ぬまで健康って言って、うん、まあ、そのいわゆる健康寿命のまま死ねたらいいねっていう、人の手を借りないでね、でそういうものをコンセプトで作っていってるんですけど、やっぱりこうまだ15年前ってそんなに健康のことあまり考えてなかったというか、まあそれこそコンビニさんとかスーパーさんとか街で売ってるものもどうしてもそういうもの売ってなくて、まあそもそもオーガニックとか自然なものってのがあんまり売れてない。まあそれこそパン、穂坂流で実は一番最初にその、例えばアレルギーの子は食べれるとは思いませんけど、まあその難しい問題もありますけれども、そういう子でも食べれるパンってないのかなって思って、今米粉パンとかね、例えば小麦に対して何かある子はじゃあ米にしましょうとか、米に何かあったら別のものにしましょうとかっていう風に対応ができるようになったので、昔はもうなかったんですよ。パン屋さんも作ってくれなくて、何言ってんだよ小麦以外は無理だよパンは、みたいな、割と偏屈なね職人さんが多かったんですけど、でそこから今や普通に買えるじゃないですか。ネットでも売ってるし、普通の街のパン屋さんでも売ってますよね。そういう意味で健康志向が非常に高まってきたんで、最近のものの方がやっぱり当初と比べれば売れてます。ああ、そう、じゃあどんどん、じゃあ規模はどんどん大きくなってってことなんですね。そうですね、まあそれこそよくヤフーさんとかそのインターネットでその穂坂今日も1日何送ったとかってバーンって出るんですけど、はいはい、もう本当に一番最初に始めた15年前の
一番、まあ、だから初年度ですね、初年度から1日1億以上売れてるんですよ。へー、実はへーなー、もう本当に一番最初の放送からソールドアウトです、全部ずっと。逆に今思えばですけど、はい、失敗したもんってあります？思っていかなかったのみたいな。実はその健康ブームを先取りすぎて、はい、健康とみんなが好きなもののコラボしたんですけど、合わなくて餃子なんですよ。ほう、餃子って実は通販で鉄板商品って言われていて、まあそれこそ冷凍食品でもスーパーさんでもそうなんですけど、鉄板商品なんですよ。売れそうですよね。はい、これをこだわったんですよ。皮をまず焙煎しました。皮を小麦だけじゃなく玄米を入れて、でさらに風味を出すために焙煎したんですよ、うん、粉の時点で、うん、でそれを練って、要は餃子の皮を作って、中身は本当に鶏とかプロテインとかすごい入れてこだわり、ヘルシーにして、でも油を取らなきゃいけないから、うん、その油に強い DHA 系とかそういうものを入れたりして。売れそうじゃないですか、うん、それ今だからよ。あ、じゃあ意識もみんな高まってるし、はい、これ14年前に、はいはい、しかもテレビ通販の会社からのオファーですよ、うん、保坂さんすごい食品売れてるから、もう鉄板商品の餃子作ってくださいと、こだわりの、うんうん、こだわりのって聞いたから、分かりましたと、やりましょうと、こだわった作って、もう一個ずつ餃子なんかガサッて入ってるイメージじゃないですか、割れなんか端っこ割れててね、はい、一個ずつトレーに多分入れたのうちが最初ですよ、餃子を一個ずつトレーに入れ、焙煎したのをやって、これテレビってやっぱり見た目大事なんですよ。こう、まあ、ラジオは見えませんけれども、テレビって見た目じゃないですか。やっぱり餃子って普通の人は真っ白い皮が、はい、こうフライパンで焼いててひっくり返すと小麦色になってて、きつね色ね、めっちゃ美味しそうじゃないですか、はい、うちのそもそも焙煎してるから皮がもうそもそも小麦色なんですよ。なるほど、変化が楽しめない。ちょっと日焼け色、日焼け色ね。でそこにじゃあ焦がす以外はあんまりコントラストつかないのよ。でこれ中身は難しいことじゃない、プロテインとか DHA とか、はいはいはい、今だったらみんな知ってますよ、はい、15年前はみんなクエスチョンだらけですよ、はあ、早すぎた、大負け、早すぎたって。今だったら逆にそれちゃんと理屈があって、例えば色が違ったらむしろこれいいじゃねえかっていうような、めっちゃ売れると思うんですけど、もうやらない。今日すごいのは、いつもはお知らせをとかってコーナーになってくるんですけど、実は CM またいで、はい、TBS ショッピングのコーナーも引き続きおさるさんやってくれるっていう、すよ。これ画期的で初めてですよ。そうなんですか。こんなことないですよ。こんなこと今までないですね。でもね、多分さっきの前半の話もそうなんですけど、その他社さんとか他のタレントさんいっぱい出てきて、まあ、例えば他のタレントさん入ってくるの保坂さん邪魔されるから、それ潰した方がいいんじゃないですかみたいな的に、まあ、芸能界的に言うとなるじゃないですか、うん、僕ねウェルカムなんですよ、うんうん、もういろんな方のそれこそプロデュースもやったりとかしてますし、芸能の方入れば入ってきただけでいろんな方たちが見たり聞いたりすることも増えるし、その手に取ったり興味が出てくる、うん、やっぱり健康とかいろんなことって興味持ってもらうことがすごく大事で、うん、でこの商品も自分で開発してて、自分が必要だったんですよ、まあ、交通事故にあった足がちょっと僕ぐちゃぐちゃになったんで、うん、でどうしてもその歩きづらかったりするんで、そういう方たちのために作ったというか、なので僕紹介しますちゃん、分かりました、はい、CM 挟んでなんと、はい、TBS ラジオショッピングのコーナーにも保坂直樹さん登場です。 TBS ラジオ主催みんなで作る復興コンサート2022サポーテッドバイ日立物流、仙台フィルと中村雅俊が夢の共演、3月6日日曜日、宮城県名取市文化会館で開催、チケット販売中、詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。実は毎月返済に追われているというあなた、もう相談はされましたか？借金の相談ってしづらいですよね。できれば誰にも知られず毎月の返済を減らしたい、そんなあなたの希望が杉山事務所なら叶うかもしれません。代表は法務大臣認定司法書士杉山和穂、秘密厳守で親身に対応、無料相談でぜひ一度お話を聞かせてくださいませんか。 0120-316-571 0120-316-571 司法書士法人杉山事務所。グッド群馬の新鮮野菜、今が旬、群馬の味ニラ、甘さが引き立つニラ玉、しゃっきり美味しい炒め物、しんなり風味が香る鍋物で、ご家族みんなの健康づくり。ニラは群馬の柔らか味ニラ。JA グループ群馬、群馬県ニラ組合。大野瀬太郎です。住居の家を大工さんや職人さんが買っているってご存知ですか？家づくりのプロが選ぶ品質ってことなんでしょうね。安心の街づくり、家づくりは住居です。住居の家、幸せの家。
住居で検索。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢レイさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は膝の負担を軽減して楽に歩けるサポーター膝楽ウォーキングをご紹介します。ではこの商品を監修した保坂直樹さん、お願いします。はい、お願いします。もうね、これ名前のごとくなんですけど、皆さん歩きづらいとか膝に違和感があることってありません？ありますよね。僕ね、実はね、あの子供の頃から膝に、まあ、ちょっと交通事故にあって右足複雑骨折したんですよ、骨盤を折って、うん、で結構大変だったんですけど、まあ、それ僕らの頃ってリハビリなかったじゃないですか。そうです ね、うん、でそこでこの膝楽ウォーキングを作りました。これは、はい、なんていうんですかね、膝サポーターって言われると、うんうん、膝の部分だけこうガードするみたいなやつを思い浮かべるんですけど、はい、これ両端で、しかもハイソックスみたいにかなり長いですよ ね。そうなんですよ。実は、まあ、伊集院さん今言ったみたいに、僕も膝がどうしてもの違和感とか、僕はもう本当に痛みが出ちゃったんですけど、はい、だから右膝なんで右膝を買いましたよ、はい、行くと膝1枚しか売ってないんですよね、うん、はいはいはい、でここカバーするとなぜか左側が弱くなってきて、おそれすげえわかる、はい、で今度左膝買うんですよ。これ2枚目ですよね、買ったの、はいはい、そうすると次、我々建物みたいな上に伸びてるから下にある足首が違和感感じて、はい、足首買うんですよ。3枚目、うん、右足履いたら左足また買うから、はい、4枚買うんですよ、うん、これはちょっとと思って、で問題は今言ったの関節じゃないですか。でも人間って筋肉でつながったんですよね、うん、これを連動させるためにやっぱり下かかとの方から、うん、まあ、いわゆるこの土踏まずのところから膝の上まで、はい、でまあ膝だけの問題じゃなくて、まあ、骨も筋肉もやっぱつながってて連動してるから、やっぱりこの足の裏から、まあ、足の裏がクッションですから、土踏まずってね、うん、で、まあ、足首膝その3箇所を、まあ、同時に固定して前に進む、一方向にしてあげるのは非常に楽なので、まあ、膝楽腰筋が履いていただくと足の裏足首膝を、まあ、同時に固定して膝への負担を軽くすると、うん、なのでこの長さなんですよ。なるほど、理屈がちゃんとあるんです。でも言われてみれば、はい、右膝痛くなったからそこだけがっちり固めてたら今度左に負担かかってきたら本当にわかります、はい、そうなんですよ。実はそう、もうね、履いて私は1週間履きましたよ、うん、履いた、ごめんなさい、履いてみました、うん、どうでした？違いが履くと分かったんですけれども、うん、背中を優しく押してもらってるみたいに足が軽く前に出てスッスッと歩きやすいんですよ。で、歩く機会が減ってるっていう母にもプレゼントしたらスピードアップしたかもって喜んでました。そうなんですよ、まあ、そのですね、今ちょっと歩きやすくなったりとかスピードが上がったっていうのは、実はですね、この膝楽ウォーキングにこの入ってるテーピングのようなこのサポートラインがあるんですけど、うん、このサポートラインがこの膝関節をこう、まあ、いわゆる膝ってぐりぐり回るじゃないですか、うん、足首も回りますよね。そのぐらつきをまあ抑えてくれて、まあ、さらに足の裏しっかりとこのアーチを作ってくれる。どうしてもここね、潰れてくるとほら扁平っぽくなったりするでしょ、うん、とこうバタ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 こう叩きつけるようになっちゃうから、ならないようにこういわゆるサポートライン、実はね、サポーターって関節だけだったんですよ。筋肉の動きをしっかりとこう、まあ、いわゆる出してくれるので、まあ、疲れにくくなる、で歩きやすくなると。いろいろ考え抜かれてるっていうか、ね、いやもう確かにそうなんだよね。足首だけ膝だけやってるとそれが連動しててくれないと、はい、結局のところ、じゃあ今度どこに、じゃあすねに負担がかかるんじゃないの、付け根に負担がかかるんじゃないの、はい、ってことですもんね、はい、実はなんか40歳ぐらいから何もないところでつまずいたりしてごまかしたりしてない、なんかこう前にあった駐車場のチェーンがなんかまたいだのにまたいでないとかすごい なるのよ、はい、実はその筋肉で、さっき言ったすねね、すねの筋肉で要はつま先上げてるんですよ。だからここがやっぱり衰えてきたり、ちょっとちゃんと刺激がないとつま先が上がりづらくなってつまずきやすくなったりとか、だからそこも筋肉の連動も考えて作ってるんですよ、はい、できっと、はい、痛くなってからってことじゃないんでしょ、こういうの。はい、実は僕なんかもトレーニング、まあ、僕はもうそもそも膝があれですけれども、これをトレーニングする前とか歩く前とかにしっかり履いてそれからやってます。要は誰かに、まあ、後ろからこう支えてもらってるような感覚になるので非常に楽、本当に膝楽なんですよ。違和感出る前からね、履いておくのがおすすめです。はい、男女兼用でお色はブラックとベージュの2色、サイズは M、L、LL の3サイズです。普段のサイズよりワンサイズ上をおすすめします。では気になるお値段を小坂さんお願いします。はい、いきます。膝楽ウォーキングは左右一組、あ、さっき言ったみたいに1個ずつじゃありませんよ、うん、左右のバランス大事ですから、左右一組をセットにして税込6580円です。でも
まあ、せっかくね伊集院さんの同い年で来ましたから、はい、これでは終わりません。さらにお得な2個セットをご用意いたしました。これ要はお二人分とか、まあ、洗い替えですね。単品合計 13,160 円のところ4180円引きの税込み8980円、税込みですよ、8980円です。2組セットは色、はい、サイズがよりどりで OK ですので、ご夫婦やご家族でもぜひどうぞ。別途送料を頂戴いたします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。いや今近くで見てるけど、ただの縞模様じゃなくて、はい、おそらくここを補強する、ここは自由にするとかを考えてこれ入ってるんでしょう、ね、しかもこの後ろ側のふくらはぎね、ふくらはぎって前に進むための筋肉ですから、ここを押してあげないとダメ。なるほど、テーピング効果もある。はい、しっかりやっております。ということで、ゲストコーナーからショッピングまで、穂坂直樹さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。長野新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。みんな大好きオギアラーメン。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。過払い金とはカードご利用時に払いすぎたお金のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金、誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ、誤解です。過払い金が少ないと、手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ずブラックリストに影響する。全部誤解です。また、実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。切り畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店。さあ、食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を数珠つなぎに教えてもらうコーナーです。担当はこの方です。こんにちは、渡る源氏の桐畑徹です。さあ、今週ちょっと聞き慣れない名前の原始焼き、原始焼き、うん、はい、はい、これが食べられるお店はですね、西新宿にあります原始焼き二代目、七子さんというお店で、魚魚に子供の子と書いて七子と読ませてるから、うんうん、で、まあ、原始の方はもう原始人なの、原始なんですけど、はい、なんか先週聞いた話では、はい、こう、お魚を要はロバタ焼きみたいな感じで焼いてくれる。そうなんですね。この原始焼きというこのネーミングはお店オリジナルの呼び方で、まあ、ロバタ焼きに似てるんですが、こう一番の違いは、この焼き場のね、真ん中に、あの、暖炉にくべるこの薪のようなサイズ、ちょっと大きめの炭をですね、束にして立てるんですね、うん。で、その炭を囲むように串に刺した魚などをまた立てて焼くということなんですね。うん、で、今回はお店おすすめのホッケ焼きを食べさせていただきました。まずは試食の模様をお聞きください。そう、というわけでございまして、今私の目の前ですね、ホッケ焼きでございます。また、ホッケがでかいね、これ。こう、羽子板ぐらいあるよね。サイズ的には。1.5 センチぐらい肉厚あるよね。そのホッケがこんがりと狐色に焼き上がっております。で、横にこれは大根おろしかな。こう添えてあって一緒に食べるんでしょうけど。じゃ、早速、いただきたいと思います。いただきます。外が、しっかりと焼き目入って、これは香ばしいこのホッケの旨味があるんですけど、中はこれしっとりとしてますね。味もなんか濃いな。普段なら大根おろしにちょっとお醤油かけたのもちょっと一緒に乗っけて食べようかなと思うんだけど、このホッケの味の濃さがすごいね。日本酒と合わせたい、うまい。
というですね、この原始焼きのホッケ焼きですが、はい、うん、これね、福島県にある干物で有名なバンスケさんというところの島ホッケで、これね、通常の干物より干す時間が長いんですね。で、余計な水分がなく、こう魚の旨味がぐっと凝縮されている干物なんですけども。干物は味の差出るから ね, ね。まあ、魚の味、ホッケの味が濃かったですね。そして原始焼きですが、これ15年前からやっているスタイルだそうで、まあ特徴としてはこの焼いた食材のふっくら感としっとり感が出るそうなんですね。うん、で、まあこの、魚を串に刺して、こう炭を囲うようにこう並べるんで、この炭と食材の距離によってこの微妙な温度調整で焼くこともやっぱりできると。立てんの？立ててるんですよ。立ててる。この周りを囲むみたいな、ね。で、場所をずらしたりしてくる。そういうことですね。食材によってね。で、まあこの食材のこの余計な水分とか油が、この普通の焼きだとこう炭に落ちますよね。はいはい。それがこう立ててる、両方立ててることによって落ちることがないんで、あ、食材が煙を浴びることがないんですよ。あの、逆にね、あれでいぶされるのがいいっていう食べ方もあるんだけど、ここは違うんだ。そうしないんだ。そうなんですね。だから魚本来の旨味と香りを楽しめます。まあシンプルな焼き方ですけど、この見極めるのが難しいそうで、一本一本やっぱ真剣勝負で焼いてると。この大きさなら、この身の厚さなら、この水分量なら、この炭からの距離はこれぐらいとか、あ、こうなってきたってことは近づける、遠ざける。まあ、原子って言うけどさ、相当ちゃんとしてるよね。技術が実はいるんですね。お話をお伺いしたのはですね、店長の岸浦さん。お店はオープンしても15年のお店でございまして、岸浦さん、大学3年生の時にちょっと家庭の事情もあり、大学を辞められるんですね。で、当時そのアルバイトした居酒屋さんに就職して、まあ、本格的な料理人としてスタートを切ります。ただですね、他の料理人の方ってやっぱ、スタートが遅かったのですね、やっぱその技術や経験の差、これを埋めるのにですね、やっぱり休みの日は他のお店で働いて、うん、その差を埋めてったと。で、その後ももっと成長したいという思いで、ホテルの和食の部門とかですね、あと懐石料理のお店で、まあ、本格的な和食の修行をされてるんですけども、ただ聞いた話で、この懐石料理のお店というのがちょっと変わってまして、これね、普通のお店じゃなくて、大企業の会社の中にある、会長、うん、社長などのこの役員専用のお店なんです。そんなお店があるんですね。カウンターもあったり、厨房もあってね。で、まあ、会長、社長の食事はもちろん、その企業の接待なんかでも使うよ、専用のお店で、うん、まあ、そこで、まあ、和食、洋食もいろいろ修行されて、勉強されたそうなんですね。なんか、税の極みみたいな店だね。すごいお店ですよね。うん、で、現在は二代目この七子さんで店長として頑張っていらっしゃいます。原始焼き二代目七子さんは、西新宿駅から徒歩5分でございます。なんかちょっとシンプルなだけに行ってみたいよね。別になんかソースがこうとかそういうことじゃねえもんね。いい干物をちゃんと見極めて買ってきて、いい火加減で焼くところだもんね。本来の味が楽しめますね。魚の旨味が本当に強いですからね。さあ、こっからじゃあどこに繋がりますか。はい、岸浦さんにおすすめを聞いておりますので、そちらの模様をお聞きください。岸浦さんがプライベートでも行くお店を紹介してもらいたいんですけども、どっかそういうお店ありますでしょうか。はい、渋谷の神南にあります、ほう、地鶏しゃも金子というお店なんですけど、焼き鳥屋さんなんですけど、ほう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 。じゃあそこでこの一品食べてきてっていうのは何でしょう。もちろん焼き鳥屋さんなのでおすすめは焼き鳥なんですけど、でもその中でも小肉っていう串があるんですけど、小肉ってあの正しいって書くことですよね。はい、確か焼き鳥屋さんと、はい、それがうまい。美味しいです。はい、何が普通の焼き鳥屋さんと違うんですかね。行ってみないと分かんないんですけど、東京で作ってる東京シャモロックだったりとか、そういういろんな地方の地鶏とかシャモを、出してくれるので、同じ小肉でもシャモだったとしたら弾力があって、こう跳ね返してくるようなものだったり、柔らかいやつもあれば、噛めば噛むほどこう旨味が出るとか、地鶏だったりとかシャモだったりとかで全然違うんで、ぜひ食べてほしいです。ちょっと次食べに行きたいと思います。ということで紹介していただいたのは、渋谷にある焼き鳥屋さん、地鶏しゃも金子さんの焼き鳥の小肉
これがおすすめだと。いやでもこれすごいのはさ、あんま発想としてなかったのが、一個の鳥のいろんな部位を食べ比べるあるじゃん、うん、じゃなくていろんな種類の小肉を比べるってかなり通好みだよね、うんうん、そうですよね。もう食感が全然味わいが違うよっておっしゃってましたからね、確かにシャモとね、なんかまた普通の鶏肉違いそうだもんね。さあということで次回は渋谷にあります焼き鳥屋さんです。地鶏シャモ金子さんの焼き鳥の小肉のレポートをお願いします。はい、木田君お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お元気ですか、生島博史です。膝関節の痛みでお困りの皆さん、再春活製薬所の通算とはご存知でしょうか。歩き始めが特に痛いという方、またはですね、歩いているとだんだん痛くなったり、痛みが辛くて長く歩けないという方、そんな皆さんの辛い膝関節の痛みを通算とは少しずつ和らげます。一人で痛みを我慢したり諦めたりしないで、一度通算とお試しになってみませんか。膝関節の痛みをはじめ、肘の関節、肩や腰の痛みを緩和する通算とは5つの生薬、麻黄、翼胃仁、漢方医、強仁、肝臓を配合した漢方に学んだ医薬品です。辛い膝関節の痛みでお困りの方、ぜひ一度お電話ください。通算等の無料の試供薬のお申し込みですが、フリーダイヤル 0120-305-305、0120-305-305 です。電話番号をくれぐれもお間違いなく、朝8時から夜10時まで、年中無休で受け付けています。ロピアは、同じ商品ならより安く。ロピアは同じ価格ならより良いものを。楽しく感動できるスーパーロピア。東京マラソン財団からのお知らせです。3月6日日曜日は東京マラソン開催のため、長時間の交通規制が行われます。今大会より一部コースが変更になっております。沿道での応援はお控えいただきますようお願いいたします。詳しくは大会公式ウェブサイトへ。ではここで TBS ニュースです。ニュースデスクの土井俊之アナウンサーお願いします。はい。日本政府とアメリカ政府はウクライナ情勢への対応を協議するため、今日岸田総理とバイデン大統領が電話会談を行う方向で調整を進めています。政府関係者によりますと、ウクライナ国境付近に多数のロシア軍部隊が展開するなど緊張が高まっているウクライナ情勢の現状認識を両国で共有する狙いがあるということです。ロシアが侵攻した場合の経済制裁などの対応についても協議する見込みです。そのウクライナ情勢をめぐる警戒感から、週明け今日午前の東京株式市場の日経平均株価は大幅に値を下げ、下げ幅は一時500円を超えました。リスクを避けようと、今朝の東京市場では幅広い銘柄に売り注文が先行しました。先週末のニューヨーク市場でダウ工業株30種平均が3日続けて下がったことも投資家の心理を冷やしました。10時の時点では302円10銭安の26,819円97銭でした。神奈川県大和市の自宅で2019年に小学1年生の次男を殺害したとして逮捕された母親が、次男が病院に運ばれる際、喘息の持病があると説明したことが分かりました。これは捜査関係者が明らかにしたもので、警察は今日殺人の疑いで母親の自称看護助手、上田綾乃容疑者42歳の身柄を検察庁に送りました。この事件は2019年8月、神奈川県大和市の自宅で小学1年生で7歳だった次男雄大君の鼻や口を塞いで窒息させ殺害したとして、殺人の疑いで母親の上田容疑者が昨日逮捕されたものです。捜査関係者によりますと、上田容疑者は雄大君の死後、近所の人に原因がわからないと病院で言われたと語ることもあったということで、警察は事件の発覚を回避する意図があったとみて調べています。また上田容疑者は子供が4人いて、およそ20年前には長男と長女、2017年には三男がいずれも幼児期に死亡し、警察は死亡の経緯なども捜査します。急速に発達した低気圧に伴う暴風雪のため、 JR 北海道は今日札幌駅を発着するすべての列車を終日運休としました。
今日午前8時時点で運転を取りやめた列車は、道内の他の地域を合わせると680本を超え、さらに増える見込みです。札幌市の周辺では、明日朝までに最大50センチの雪が降ると予想されていて、影響が続く恐れがあります。JR 北海道は昨日も合わせて232本の運転を取りやめていました。JR 北海道では大雪に伴い、今月7日と8日にも始発から札幌駅を発着する列車の運転をすべて見合わせ、14日に全面復旧するまでに55万人以上が影響を受けました。ニュースは以上です。ニュースデスクの土井俊之アナウンサーでした。無料のオンライントークイベントご一緒しませんか？スナックたまちゃん出張編。ホストは玉袋筋太郎さん。本日のゲストはラランド。夜7時から TBS ラジオ公式 YouTube でオンライン配信。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。時刻は10時54分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、外環道の内回り外環三郷西、事故の処理が続いています。6キロを35分、その先大泉ジャンクション内では関越道下り線へ向かう車線で乗用車の事故処理が続いています。5キロ半を25分です。そして圏央道の内回り圏央鶴ヶ島インターにはトラックが故障して止まっています。左側1車線規制で4キロを10分です。首都高速道路は5号線の上り熊野町ジャンクションで9キロ半、戸田南から40分。一般道神奈川県内、藤沢の市道藤沢警察署前交差点で事故の処理が続いています。この時間も各方向に交通規制が引かれ、茅ヶ崎方向には1キロ近く、また湘南台駅方向には1キロの渋滞です。都内では川越街道の上りが大山交番前で3キロ、練馬北町立教からは30分かかっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分ごろ、全数生活は踊るの中でお伝えします。日立物流はずっと物流の会社でした。だから物流のことがよくわかる。経営と現場の管理、2つの視点で物流がもっと滑らかになる仕組みを作りました。一つのログインで輸送課題すべてをスマートに。日立物流の SSCV スマート。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎賞ですが、クレー射撃にチャレンジしたいという、匿名親父さんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。クレー射撃とかさ、あのなんだろうね、狩りとかってさ、はいはい、どっからな、何からどこで始めればいいのか分かんないね。分かんないです。誰に聞いたらいいのかも分かんない。分かんないよね。まあまあネットもあるし、入り口はあるのかな。うん、でもなんか銃は怖えかな。はい、チャレンジしてるするぞいつか、まだまだお待ちしております。さあ明日のゲスト、先ほどちょっと喋りましたけども、京都大学の准教授川島隆さんです。まあ僕が NHK でやってる100分で名著っていう番組で初めてお会いして、はい、でその後この川島先生とお話したくて、たっぷりお話したくて、今回名著の話っていう本で対談もして、とにかくまあそのカフカだけじゃないんですけどね、ドイツ文学特にカフカについてとても有名な先生で、なんかもうそのカフカっていうものにも興味持てたし、なんかあと知識とか教養ってすごいなみたいなことを僕はなんかこの先生からちょっと教わったようなところがあって、はい、でちょうど先生も明日その新しい文庫の返信を出されるので、これのお話も含めていろんなことをお聞きしたいなと思っております。川島隆先生、僕自体がすごい楽しみにしております、はい、うん、ね。さあそれから一つね、お知らせというかお詫びと言いますか、連絡と言いますか、前にもここでちょっと喋らせてもらったんですけども、師匠の三遊亭円楽と僕で落語会をやるって言って、4月の3日に九州でまずやりましょうって話で、そろそろ前売りが始まる予定だったんですけども、もうご存知の方もいるかもしれませんが、師匠ちょっと病気療養中っていうことで、
なんかとにかくね、弟子の僕が言うのも変なんですけど、仕事したがるんですよ。もう大丈夫だ、もう俺はもう万全だからってね、俺がいないともう焦点俺いないと持たないだろうなんつって、もうすぐ出るって言い出しちゃうんですけど、やっぱり、こう、全体的に僕からしてみれば、また周りの人からしてみたら体力底上げしていただいて、でいてこう、万全の状態で、活動してほしいということで、事務所のホームページなんかにもありますけども、ちょっとこう、しばらく、療養してくださいと、ね、休め連絡という、ことで、お休みいただくことになりまして、この4月の3日の、落語会に関しては一応中止っていう形にさせていただきます。でその先も師匠とは落語をやっていきたいと思ってますし、で僕からしてみると、その稽古の時間が、伸びた分もっとしっかりしたものができるようになればとも思っておりますので、はい、ご了承くださいっていうことと、はい、でおそらくこのラジオも今聞いてて、後でお詫びの仕方は違うんじゃないかって小言した言ったりする、そういう元気さは持っている人なので、そういうこと、はい、そういうことでございます。また復帰の際には改めてということで、まあ明日も聞いてください。この時間のお相手は近藤佳子と伊集院光でした。この後はジェンス生活は踊る。秋田の畑で育った国産ハーブが入っています。龍角散ののどすっきり飴、ご本といえば龍角散が11時をお知らせします。